あ、チャガヨさん、声だけで出演してもらっていいですか。あ、はい。じゃあカメリンの、2人で、先日やったあのね、チャガカメだったっけ、なんだったっけ。あ、はい。あのチャガカメ、あれ何、はい、あのカップルチャンネル、カップルチャンネル、あれどうなったんですか。ああ、そんなに新年明け、あ、新年の挨拶しなきゃ。あ、明けましておめでとうございます。新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。今日石丸先輩も来てくれる予定だったんだけど、はい、ちょっと風邪をひいたようで、はい、ちょっと休んでるんですけど、はい、カップルチャンネルどうなったんですか。カップルチャンネル、カメちゃんは どうするの、カップルちょっとチャガエフは、はい、旦那さんらしい感じでちょっとやろうか。じゃあ今から声だけでいいからちょっと一芝居やってみて、はい、あ、わかりました、はい、あのさっき俺が言ったようなあの感じでチャガエフだってあのスタイルで2人で今からやってください。はい、どうぞ。チャガエフだ、今日の晩御飯は何かね。笑っちゃったね。もっと言うね、チャガエフさんみたいな。君は僕のしもべだからね。歯向かうんじゃないよ。恥ずかしくない？めちゃめちゃ恥ずかしいよ。いやいや、だからなりきんなきゃないよ。ダメダメ。だから、あのいつものように、いつものチャガエフさんですよ。あ、おい、使用人のカメリン。この感じでしょ。そうです。どうぞ。おい、僕の可愛いしもべ。今日の晩御飯は何かね。今日はハンバーグでございます。チャガエフ様の口に合うかどうかわかりませんが、一生懸命食べさせていただきました。これ無理。なんで？これ無理だ。なんで？まあまあきついっすね、これ。俺全然大丈夫。じゃあ高橋やってください、もう。あ、じゃあ俺がやる、はい、あのこれはだから役者だっていうか、そのアクターだからさ、はい、練習で。じゃあさっきの設定でいきますか。確かにそういうのちょっと照れる。このカメラ回ってると照れるな、今。で、いくよ。今から始まるよ。おい、カメリン。使用人のカメリンだ。お前は何をやるか分かるか。はい、ただいまより、カメラの前の皆様に向かって、高橋様の素晴らしさを披露したいと思います。何やそれ。高橋様恥ずかしいわ。でもこの設定、あのアニメの、アニメの終わるね、そうですね、の物語であって、それをちょっと練習してみるけど、あのアクタードが出るからね。じゃあちょっと俺も入り込んでみるよ、役柄に。もう一回いくよ、用意。おい、カメリン、お前は忠実なしもべだ。俺の名前はカグラだ。高橋、俺の名前は高橋だ。おい、飯を作りたまえ。飯を、味噌ラーメンを作りたまえ、カメリ。お前はしもべだ。わかるな。召使いとしての立場わかってるな、お前。了解いたしました、高橋様。ただいまよりこの私が味噌ラーメンを作ってまいります。ゆえ作りたまえ。その顔取りたいわ、俺。なんでそのちょっと悦に入ってるような感じのこの感じでもいいよね。高橋だ。どっちかってこっちに向けたいからね。あるよな。高橋だ。カメリン、これ今ね、高橋魚心チャンネルにアップするから。これ釣りチャンネルだったんだけどさ、俺もさすがにちょっと感情あるからさ、うん、あの再生回数ある1500回でもうプライドを傷つけられたよ。冗談じゃない。だからもう釣り動画は釣り行くけど、もう出さないと。腹立ったんだよ。プライド傷つけられたんだよ。1500回って。
9000人おってさ、7500人がもうどうでもいいっていうわけよ。冗談じゃないと。だから俺前回の釣り動画が1万回超えるまでは釣り動画出さないって決めた。ああ、なるほど。ああ、はい、3000回で止まっとるよ。とんでもない時代ですね。やっぱりその、ただ俺ちょっと反省もあってさ、その1000人の人に申し訳ないなっていうか、うん、ただそういう意味で考えると、何が申し訳ない。いや、その釣り、俺の釣りを見たいっていうふうに言ってくれてね、お金も払ってくれたりしてる人もいるから、うん、その人にはちょっと申し訳ないなという気もしてるんだけど。なるほどね。まあ、俺がそこまで釣り好きじゃないっていうのは本音ではあるね。それを言ったら釣りをいや、でもね、半年定期じゃない俺。熱中するときはさ、釣り行くし、行かなくなると半年行かないよ。うんうん、でこの5年間でもね、半年釣りしないっていうのが2、3回あって、うんうんうん、で、まあ、この時期はもう行かないでしょ、だっていつも。いやいや、4年前のこの時期は一人でガンガン行っとったよ、うん、で、坊主でさ、それでも悔しくて通っとったけど、うんうん、最近この半年はちょっとだから3月ぐらいまで釣り休みだな。でそこまで釣り好きじゃないのがさ、釣りチャンネルやっちゃいかんかったやん。いやそれもぶっちゃけトークでいいのかなって。じゃあ本当にその真の高橋ファンっていうのは多分魚が釣れるとか釣れるとか、多分どうでもいいじゃん。いや、ただその真の高橋ファンが15人しかおらんねんからね。それ15人しかいないんだ、うん、本当に応援してくれてんの。だから残りはまあ、本当にね、野次馬みたいなもんよ。野次馬、ちょっと言葉悪いけどさ。いや、だってそれ本音で言ってもいいんじゃないかな。だって他の釣りチャンネルさんみたいにさ、視聴者にさ、ペコペコ頭下げるのも、まあ俺の意向じゃないから。ちょっと偉そうにしときて、プライドを守っていきたいっていうか。まあ別にペコペコはせんでもいい。いや、みんなしとるよ。あの、ねえ、やっぱりその視聴者さんを大事にするっていう思いでさ。ただ俺は世界最強アクアリウムでは、すごいペコペコした。使い分けですね。そう。で、ここの魚心で、ちょっと本来の自分の悪い面。うん、だって女の子出して伸びるみたいな傾向があるもんね。魚釣り、うん、だから男はそうじゃん、単純だからさ。いや、まあ茶がきとかでもまあ、神、うん、にも出とるけど、うん、まあ亀ちゃんはまあ女の子っていうか、もうキャラで入れとるみたいな感じだからね。亀人はなんか可愛いお猿さんみたいなイメージだもんね。そうですね。なんか なんかさ、やたらさ色気をさ出してくる女性もいるじゃん、うん、その色気をどうやったら出るかさ、うん、あの人たちはさ毎日さ、そういう女性はさどうやったら男を引きつけるかって毎日検索したりして勉強しとんのよ、うんうん、こうしたら男が喜ぶ、そうなんだ、そうなんだみたいな。そうしてその女を売る。カメリンはそんなんが全くなくて、もう生まれたまんまの状態なんだよね。うん、そうなんだ。そういう子だったら多分で打ち出さんかったかもしれんからね。何が？茶がよくとくしゃくしゃになっちゃってね、なんか色気出しちゃって。いやもう実はお付き合いしとるかもしれない。それは知らん。くちゃくちゃになっちゃって。ね、それは知らん。ねえ、やめて。カメちゃんだもんで、まあ、おれる。茶がよさん出てもらって結婚してるんでしょ？はい、してます。オープンにしてるんでしょ、動画で。はい。で、不倫はダメですよ。ダメですかね。ダメだよ。いや、そんな独身同士のものよ。まあ、でも不倫もしてる人いっぱいいますからね。カメリンと言ったらもう気まずいやん、俺が。二人がそんな関係。でも、まあ好きになっちゃったらしょうがないでしょ。そりゃ好きにしちゃいいけど、だから不倫で家庭崩壊するで。どういう設定いやだからカメリンとできたらできちゃってカップルチャンネルで演技が本気になるんだから。あ、そういうもんみたいですね。そう、人間って本当にそう、はい、演技が本気になっちゃうっていうから、うんうん、共演者を好きになるっていう、ね、カップルチャンネルでカップルだカップルだって言ったらさ、2人もそんな空気になるのよ、うん、でちゃんと意識してみたりしてお互いにね。何そのカメリン微妙な表情。え、何別に何うんうん、カメちゃん、そのサングラスやっぱおかしいね、なんか。いや、菊池さんがマジで、ね、ほんとね、いつも言うね。やめろ、やめさせろ。やめさせろって。まだ目出させろって。何あの、メガネ変なメガネは。かわいい。かわいい。あ、ごめん、ちょっと、こう新年1分目の動画で挨拶して、カメに。一発目、高橋魚心のチャンネルだからさ。新年明けましておめでとうございます。ねえ、この俺たち口だけのさ、はい、チャンネルで申し訳ないわ。はい、本当に申し訳ございません。俺も本当自分がいかに口だけだったか。釣りもそんなに好きでもないのに釣りチャンネルさ、毛ガニおじさんのずっと俺悪く言っとったね。
あいつは偽物だって、うん、俺も一緒だったあいつがさバス釣り嫌いなのにバス釣りばっかり行ってる理由はそれ言ってバス釣りでもう言っとる言っとるこの間も言った、うん、バス釣りをね俺の視聴者はバス釣りばっかりや、うん、だからそこでバス釣りやればもしかしたら人気者になれるかも言って、うん、バス釣り自体嫌いなのに無理やり大江川行って1時間ぐらいファーで投げて、うん、わー皆さん5時間今やってましたよ毎回そんな感じでだからもう池釣りなんかどうでもよくて視聴者がチヤホヤしてくれるかどうかをかけとるね、うんお前のそういうとこが本当嫌だわって俺は言っとったんだけどまぁちょっと俺も似たところははっきり言うとあるわけよそんなにあの釣り屋の正直あのカメラなかったらもう釣り屋が行ってないかもしれないいやだけどスイッチ入った時やるやるでしょそうそうそう行き始めたらね、うんうん、いやでも結局半年目休んで平気で折れるっていうのは釣り基地じゃないうんうんうん、うん、本当に嫌いだったらもう何時間もやれへんもんいや行ったら俺やり始める1日やるけど、うんうん、本当に好きな人はさやっぱりもっとやっぱ俺みたいにいつでも行けるから行けないんだわあのサラリーマンとかでさあ月に8回休みがあってさあ確かに確かに4日は家のことやんなきゃいけない、うんうん、自分の時間を1ヶ月のうちに3日しかない、うんうん、で釣り行きたい釣り行きたいで月に2、3回しか釣り行けないみたいな、うんうんうん、そういう人はすごく、うんうん、ああいいなってなるけど俺みたいにいつでも行こうと思ったら毎日でも釣り行けるっていう環境を置かれたらまあええかって家でおった方がええコロナも危ないしああで釣り行かないようになっちゃうね、結局釣りに対する愛がすごく薄くて、うんうん、そういうところだから、ね、そういうでそういうのはねだから釣りが本当に好きだったらあんたらそのラグビーとかしないもんあれ自体さなんかもしかしてちょっと目立ったことやったら視聴者の人なんか反応するんじゃねえかなって、うん、もう全部その計算でね、うんうん、そんでわざわざ休みなんかかけたくないよあんたです、うんうん、なんで買ったやつ傷つけないかもわざわざギロギロってどうだみたいな大して受けんかった気候がいい時しかいかんっていうのはまだそも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 釣りそんな好きじゃねえよいや1ヶ月にいっぺんに行くぐらいいやもっと行くでしょだけどシーズン突入したらシーズンも何も別に今だって鯉だって何でも釣れるよでもバス釣れないでしょだって釣れるよバスだっていや釣れづらいだけど1日やっとって一気に釣れるか釣れんかっていう、うん、え琵琶湖っていつもそんなんよずあんたら船乗ったやん3人で1日やってさ、帰る間際に季節に50とか釣ったやん、うんうん、あの日俺小バス1匹とかやであれ、うんうん、俺とチャガイルだから結局だからね あれはもう真夏だってうんうんちょコーヒーあるコーヒー、うん、ここにこれあげたらいいじゃん何口つけちゃったまあ何、うん、ちょカミちゃんごめんスイッパー蹴っ飛ばしてくれんそっち行っちゃったよえコーヒーって何すかあんただあこれありがとう。ああ、そういうなんかあるかなと思う、冷蔵庫。あ、ビールある、ビール。あ、ビールでいいや。車乗らんから。今日ここで寝るから。これいいよ、もう正月だからそんな仕事せんねえやないよ。年末のつもりってことだよ。いや、年末年始はやっぱりまだ正月気分が。いただきまーす。だって今仕事中だもん、ね。KP じゃない。KP。いや、乾杯。カメにもなんか飲んで。ケビー。いや新年の挨拶。前回の動画90分見てくれたこのチャンネルも。俺はね、うん、25分寝た。飽きた。いやだからな覚えとるもんだけど、うんうん。確かにちょっと、うん、90分長くてさ、正直俺もさ編集全部見てさ、うん、1回編集で。なんかコメントで、ね、全部見ましたって人いたよ。まあ一部の人がね見てくださった。で。俺編集で一回見るでしょ、うん、で一回アップロードするやん、うん、でそれがもう一回チェックでもう一回見るわけで結局もう3回ぐらい見とるわけ90分、うん、ちょっとつまらんかったなんか足りんかったな3回見たん90分あの顔をちらっと映ったらいかんなとかね、うんうん、チェックチェックで結局3回より見とるね90分あんまり面白くなかった、うん、まあ今日はでも面白くなくてもよくてなんだろう同じ時間を視聴者の人と共有できて、うんっていうところで、チャガイル TV もね宣伝にもなるし、うん、まあでもうちの視聴者あんまりおらんでねいやコメント来る人は結構多いよねだけどあの正しくんとかも流れていやだからそれしてくれる人がさ、まあ、何十人30人、うん、2、30人、うん、コメントよくしてくれるのは15人とかさぐらいでさいや毎回してくれる人って結構まめだと思わないいやありがたいよもうありがたいですやっぱりねチャンネルがね、うん、なんだろうコメントがつくってるとこっちも作った甲斐があるし、うん、
あの全くコメントがつかないとかさ、そう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 、ねえ、あとチャンネル登録をする俺意味がよくわかんなくて、チャンネル登録したらまた見れるよ、いや見れるけどさ、自分が何よく見るところでもチャンネル登録って俺しないからね、俺は。それはする。あ、するんだ。誰でもする。ちょっと気になったらすぐチャンネル登録する。でも大体見ないよね。見ないでしょ、うん、だから何百人も500人ぐらいチャンネル登録してるから見る人って決まってくるわ。で、釣りチャンネル俺一切見ない基本これ一応釣りチャンネルなんだけど、あ、うん、つまらんと思って、なんかおもろいやつがおらんのよ。まあ確かにいないかもしれない、うん、いやだから実際よく見たらおもろいんだろうけど、うん、この40代 のライトな釣り好きの俺が楽しんで見れるチャンネルがない、40代にぴったりくるチャンネルがない。あ、まあ、うん、なんか爽やかなやつ多いからね、あのだから爽やか系ドロッとしたやつがあんまり少ないから、そうなの、俺どっちかっていうとドロッとしてる人の方が好きかな、まあ、なんかそういう年齢になってきてんの俺らは多分そうか、うんうん、なんかまああんまり釣りに興味ないから見ないんだろうな。分かった分かった、ごめんごめん。釣りに興味ないから釣りチャンネル見ないっていう。だから見ることもあるよ。昨日は俺見てたのは釣りチャンネルは、70代の人だと思うんだけど、この辺で、東海地方、滋賀県、あと岐阜、この辺木曽川とか、あとその辺で小釣りを釣ってる高橋藤夫さんっていう人がいる。あの番号つける人ね。そうそうそう、恋に番号つけて話しちゃって恋良いと思うんだけどな。あの人の動画昨日一人で見とって夜中に、うん、恋を釣ったで元旦で、うん、行く恋来る恋っていうのがあるんだよ、うん、結局毎年大晦日、うん、要するに12月31日に、うん、夕方ぐらいがつい恋釣りしてないで、ね、その超える間12時超えるまでにまず1匹釣って、うん、で今年は2匹釣っとったわ。行く恋来る恋だ、行く年来る年じゃなくて、行く恋来る恋で、行く恋が2匹釣れましたって、うわーって恋を釣って83センチの太った魚ですって、こう年配の方でね、もう多分70代だと思うんで、60代かな、結構古いんだよその人って。だからもう恋釣り歴50年レベルよ。いや、あの YouTube やってる、 YouTube もまあまあコツコツ出されてる。そうだよね。で最近ではドローン覚えちゃって、高橋藤雄さんが空中からドローンでフーって、俺もそれ見てドローン買おうかなと思って昨日空中からバーって確かに絵的にはね、ドローンの絵いいよね、うん、買おうよ買おうよドローン、ちょっと調べておいて、ドローンの空中の映像いいよ、うん、でそれ高橋さん藤雄さんで恋釣りを見たかな、うん、俺もワンちゃんだけ見てる。何チャンネル？これ名前言っていいのかな？いいよいいよ、どうぞ。あ、そうなの、うん、悪口はあかんよ。いやいや、悪口なんか見てるから、うん、俺はもう畑拓馬さんだけ見る。あ、好きなんだ。好きっていうか、そのあのカット割りが好き、この、あ、動画の流れが、あ、だから結局テンポいいもんね、あれ。そうそう、テンポがいいから、あ、うん、あ、というか多分言葉もいいし、うん、テンポもいいし、うん、なんか見れちゃうよね。そう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 、うん、そうそうそう。まあ俺も多分クオリティあんまり見ないけど、うん、何回か、うん、多分何回か、今まででも50本ぐらい見たんじゃないかな、畑拓馬さんの動画。いや見てる方じゃないだから、うん、いやでも基本は見に行かないから、たまたま関連で見たら見ようかなぐらいで、うん、基本的に俺釣り関係でがっつり見てる人ほぼいないから。あ、俺あと見ないかな、うん、釣りチャンネル自体俺もうほとんど見ない、畑拓馬さんももう多分半年ぐらい見てない。ああ、俺は先週見たかな、2、3本。最近釣りチャンネルで高橋藤夫さんのおじいさんの動画、年配がね、あとほぼ見ない、ね、高橋も結構マニアックだもんね。何が？あの見るチャンネル。いや、やっぱ40半ばです。おっさんだとさ、若者のノリついていけないのよ。ああ、まあ確かにね、20代30代だと若いなって感じちゃうのよ。あ、うん、でやっぱりむっぱられた時無駄に高いからさああこれはまだ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 でしょという感じで、やっぱり自分の同世代ないと認めないとこあるんだよ。ひねくれてるから性格がね、うん、そうだよね、カメニ、うん、カメニは何見てるの？釣りチャンネル。釣り YouTuber で釣りガールになるって前半年前で動画で言ったで。あー、言ってました。あれ嘘やった？再生回数のために無理やり言わされとった？釣りチャンネルは、あ、見てなかったらいいよ、本音でいいよ、あの作らなくていい、見てないんだから。いや、カメリー、何見るの？YouTube で。YouTube あまり見ないんですよね。
あ、そっか、YouTuber なのに YouTube 見ない。そうなんですよね。一応カメリンって言ったら、これさ、カメリンの職業はさ、YouTuber でさ、あのご飯は YouTuber、Google さんがいただいてるわけであってさ、まあ、この視点料っていう形かもしれないけども、なんかね、YouTube 研究した方がいいんじゃないかな。あー、なるほど。そう、今度研究します。好きな人はいないの、カメリン、この人好きだって。YouTuber とか芸能人でもいいし、ジャッキーチェンだっけ。ジャッキーチェンと、ジャッキーチェン好きやもん。ジャッキーチェン好きで、危ないのかな。最新作もね、ちゃんと見たし、うん、ジャッキーチェンがなんかもうね、気持ち悪い笑顔するんだよ、なんか。カメちゃんの、カメちゃんの年代でジャッキーチェン好きな人とは初めて聞いたんだけど、俺、あの、アクションがね、好きなんで。ジャッキーチェン演技力がすごいんだって。そう、うん、もう演技力がね、俺気持ち悪い人の演技するんだわ。うん、もう本当に気持ち悪いのよ。演技なんだけど、なんだろうな、その気持ち悪い人間になりきる笑顔、うん、本当になんかドスケベの親父みたいな表情するんだけど、もう本当に気持ち悪いんだわ。だからなりきっちゃうっていう、多分才能なんだよ、あの人、うん、何にでもなりきってしまう、うん、まあ、そこがやっぱ演技力がすごい。そうだね。話が終わっちゃったけど。いや、カメリン、これ高橋芳乃のチャンネル、今ね、もう視聴者の人もみんなもう去ってったから、今聞いてくれてる1000人ぐらいしか再生されない、今回。あ、その人たちは多分カメリンに興味持ってくれてる人だと思ってるから、新年の挨拶頼むわ。最後まで見ていただきありがとうございます。もう最後なんですね。いやいや、まだ始まったばっかで。もういいよ、今日仕事せんでもいいよ。いや、1本ちょっとだけなんか取ろうか。1本ちらっと取って。今何、もう今昼11時35分です。ああ、12時までまだ、ビール飯まで、ちょっとビール飲んでた、仕事じゃない。あ、あの、今年の抱負、今年は、うん、あの、カメリンも飲んでいい。あ、いや、ビール飲めないんですよ。あ、どうぞ。今年はいろいろ企画ものを考えておりますので、ぜひ楽しんでいただけたら。なんかまた適当な、あの、カメリンの企画って何っ。だってさ、今までもさ、畑をやるとかさ、なんかいろいろ言ってきたけどさ、なんだ、結局その企画倒れになってきたじゃん。あ、でも畑はやってる。で、今年は何、今年の今年は やるやる詐欺だよ。やるやる詐欺、そうそう。何何、カメリン、今年は絶対安易な気持ちじゃないだろうな。よし、言ってくれよ。今年は大丈夫です。今年は、ね、あの、最近あの極道のドラマを見てちょっとハマっちゃったので、うん、あの、極道系の、そう、あの、コントを、ヤクザごっこ、うん、企画ものをね、考えてるんです。何それ。あ、じゃあ企画もの俺が考えてるやつ知ってる。知らないです。あの、もう俺全部企画が出来上がってるんだよ、うん、あの、要するに逆ドッキリやね。あー、ドッキリだから、あの、誰かにかけるんだけど、うん、要するにカメリンがチンピラ役、うん、だから、あの、一人連れてきて、あの丸が、丸と一緒にこう歩いてるって、うん、丸にこうカメリンがぶつかるんや、バーンっつって、あんまりないよ、それっつって、怪我したやろみたいな感じで金起こせみたいなチンピラ役で、それでその時にその見てたら、茶会はどういう反応をするか、ドッキリかけないかな。ドッキリ、ドッキリじゃないけど、全部脚本ありきじゃないですか。いやいや、ドッキリやで。だからカメリンがチンピライブで、ちょっと怒り方、じゃあちょっとやってみてよ、それ。怒り方ですか。チンピラがその肩がぶつかって、そのね、いや、カメリンの車にぶつかったっていう言いがかり、当たり屋の役。うん、じゃあ私は出ないんです。何やるの。極道役ではない、うん、演出をやるだけです。監督です、いわば。いや、あんたしか出る人おらへん、今カメラに出とるあんただけやで。いや、出たくないっつとんだから、うちに。監督、いや、でも大丈夫です。監督100年早いよ。だから、俺は、カブラの方のチャンネルでも言ったんだけど、あの、YouTuber としての限界を感じ始めてるわけ、うん、もう、YouTube をやっていってはいけないんじゃないかなと。で、高橋魚神とカブラ、このチャンネル自体をカメリンに2代目としてね、譲ろうかなと。いらんです。
いらんがいいじゃん。何やりまの何いらんですまあ、まあ、笑えた何いらんですってどういうことやお前だからそこ困りますか言えばいいのにいらないですいらないですいや、だからカメリン冷静考えてみて、はい、俺ももう YouTube 始めて2011年から始めて、うんうん、もう9年目を初めて動画アップした2011年だから、うん、あの震災が3月に起きて、うん、9月ぐらいかな1本目、もうほとんど動画削除しちゃったけど、うんうん、ものすごい動画出し始めて9年経って、で9年やってさ、あともうちょいしたらもう10年よで、うん、こんだけやって芽が出なかった、でカブラやっても長津飛ばずで、高橋芳にこのチャンネルに関してはもうチャンネルが終わっちゃってさ、もう視聴者1000人しかいない、リピーター500人しかいない、うん、っていうところでもう YouTuber としての限界を感じ始めてるわけよ。でもう身を引いてね、しっかり、うんうんうん、でまあアカリウムの方は俺毎日動画アップしてるから、まあアカリウムの方では YouTube 活動頻繁にやってるわけなんだけどね、うん、昨日も朝の5時ぐらいにまた1本動画出しちゃって撮影してね、アカリウムやってるけど、あのカブラとかこの高橋魚心に関してねもう俺の才能の限界なわけ、うんうんうん、だから、うん、そうなってきた時に、うん、その高橋魚心このチャンネル、うん、あとカブラ、それをもうカメリに譲ろうと思う。だから今後このチャンネルを背負っていく、うんうん、カメリンがね、カブラと、うん、高橋巨人、この2つのチャンネルを背負って立つわけやから、背負って立つ、それのちょっと初心表明みたいな、ちょっとお願いします。いらんです何やいらんですってそこはそうかもしれない、いらんですってどういうこと、入れよ譲るっつってるんだよ主役の座を。いやいや、だから俺はもうね、もう本当にやっぱりあの人ってあの性分があって、頑張ってもう人気が出ない人っているわけよ、うん、でも俺はもう限界感じてる、うんうんうん、もうほぼ引退に近い状態言うて、ちょろちょろ動画出してるけどまあ半分ね、引退に近いもんがあって、やっぱりその売れる人って1年で売れちゃうから、うん、うん、確かに本当に、うん、売れる人ってやっぱり、うんうんうん、そこはもうテンポの差もある、うん、正直からだから、まあ、俺は画面にもう出れないって言ってる時点で、もう言葉と手だけで表現することに関しても限界なわけよ、うん、うん、でカメリンにそのこのチャンネル自体の主役の座をね、まあ俺も今後も動画ちょろちょろ出るけど、もうカメリンが主役としてねやってもらえたらいいかな。お答えしなんでや、なんでや、嫌なんかなんで嫌なんだよ何が嫌なんだよ、二代目高橋良心って今からタトゥーでも入れるやん二代目高橋良心ってお前タトゥー入れろ、全然死んねえって入れ墨入れろ、嫌です、嫌です、嫌だよカメリ二代目高橋良心嫌なんだこんにちは二代目高橋良心ですって言わないで、二代目、二代目が完遂したら次三代目行くから、その三代目は専務か茶会どっちかになるかわからん、いや、まあ、るかもしれん三代目、今二代目しょって立つ、いや二代目しょって立つのはまだやっぱり石丸先輩が、いや石丸先輩は役不足なのもう本当にサブの男なのよ、本当にスマップで言うと本当草薙的立ち位置だから、もう本当にサブサブ行くタイプ、もう主役じゃなくてサブで、だから流れから行くとみんなお断りしますけどねいやいや、いないですけど、いやいや、まず2代目にそのベルトは譲るよ2代目もいらないって言ったら、いやだからカメリン、お前今からちょっと電話番号、お前携帯ちょっとツイッターやっとるか、お前2代目高橋留心で今すぐちょっと作れやほんでつぶやいて今後お嘘ばっかりでええから正解のさ、釣れたとかさ今琵琶湖に釣り来てますから嘘をちょっとつぶやいて、嘘をつぶやいていやいや、ほんで視聴者の反応を見てみろいや俺マジで分かるんだわ、動画作り手だからさ、うん、あの本気の釣り好きの YouTuber と、その俺みたいな匂いのするチヤホヤ系 YouTuber がおるわけよ、うんうん、もう毛ガニおじさんもそうやわ、チヤホヤされたいから動画してますみたいな、うん、釣りはあちょっとだけしか好きじゃないみたいな、
で、そういう人がよくさ、なんかツイッターとかいろいろつぶやいてるんですよ。チヤホヤされるためにするの、うん、そうだよ。そうなの、お金のためじゃないの。いや、それはもうお金もだけど、一番はチヤホヤされるから。だから、あのネットシャワーっていうの、コメントシャワーでさ、うん、おにぐにご生放送やってる中に毎晩騒いで迷惑かけとった、うん、下の階に住んどる人にも夜中毎晩ニコニコでわーってコメントシャワー浴びるためにな、うん、思ってもないことを大げさで怒鳴りまくっちゃって、よく言われてよ、ね、やろう、こんなとるやろ怒鳴り声が聞こえてくるって、うん、結局俺はコメントシャワーというニコニコ生放送の、うん、そのコメントを浴びる自分に寄っとったわけ。見たこと、俺が毎朝夕方6時になったらこのねニコ生始める、うん、で視聴者が大体100人ぐらい来とったんかな、うんうん、100人ぐらい来て、もう毎回のメンバーなのよ、うん、で皆さんどうもこんにちはっつって、うん、でみんながこうやってわーっていろいろ言って全部もう、あ、そうかそうかと、もう全部越に入るためで、みんなそうなのよ。で今度放送中毒っていうのになってくわけよ、うん、ライブ中毒、うん、だからもうツイキャスなりニコ生なり、まあ、YouTube もそうだけど、まあ、要はトップアイドルみたいな気持ちなんだ。そう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 、トップ芸能人みたいな、芸能人気取りなのよ、うん、あのでそういう風なのが、もう人間ってそういう生き物だから、うん、で結局チア人間って承認欲求知ってるかめに、はっ、お前予測と考えとったらね、お前2代目を今から俺も高橋勉に名前変えようと思って勉だって高橋勉に名前変えようと思ったんだ俺の名前は勉だ俺今読めてるカブちゃんの心の中何早く終わらんけど長いよこれ何が2代目だよだからやっぱりその初代はダメだった、それは認める。もうそこはだからこのねチャンネル登録9000人だわ、釣り YouTube こんだけやってきて、もう才能がないっていうことだよ。で才能がなる前にまずそのスタートライン、カメラの前に立ってないんだから立ったことないんだからただ YouTuber でそのほとんど顔出ししてんでも人気のある人は人気あるのですよね。まあ、そう、うん、王ちゃんとかね、うん、そう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 、だから結局それは言い訳で、結局才能があるかないかで、才能がどちらかというとないということは数字が判断した。いやだから俺の場合は100人いたら1人か2人が喜ぶ動画を作ってしまうという癖なのよ、思考の、うん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 、でやっぱり100人いたらその大多数ね、平均50人に対して喜べる動画を作れる人が YouTube では才能あるという、うんうん、だからその一般市民の感覚じゃないところで俺言っちゃっとるから頭が、うん、すごい一人だけ勝手に高いところ登っちゃってるから、うんうん、そのおかしなことになってて、うんうん、その100人いたら平均値の感覚をよく理解してる人でないと、うん、その100人いてね平均的な50人が楽しいなって思える動画を作らないと動画伸びないわけよ、うんうん、だから俺のやりたいこととかね、俺はやっぱり石の話ばっかりしたいの、うん、正直一番何やりたいって言ったらカメリーに1時間でも2時間でも俺の空想を聞かせて、うん、はい以外いらないぞって、うん、それ以外黙って聞いとく、はいしか言うなよってでやるのが俺は一番やりたいこと、うん、俺が楽しく感じることだから、うん、でもそれはやっぱりウケないわけよね、うん、石の話とか空想で思いつきで言ってるね、うん、だからやっぱり万人受けするのはカメリーしかないかなと。でもその庶民感覚あるからカメリー、あこれ見てよもう早く終わらんみたいないや今カメリー試験もしてんだよ、2代目としてふさわしいかどうか。2代目じゃないですよ。2代目嫌なのちょっと2代目高橋君名乗れよ2代目ってそうな、じきじきに言ってもらえてるもんで、そうだね、ありがたい、ありがたい、ありがたい、で、喋り方してちょっと変えないかんわ、やっぱり初めだけでも俺のっぽくいかないと、こんばんは、カメリーです、もうこのトーンだから俺は言ってごらん、こんばんは、カメリーです、あ、まだ可愛くぶってる、もっと王様的な俺のその四十七さんどうも高橋ですこういう感じでいかないと自分の世界に入り込んでるなんかもう王様気分でいかないといけないやってごらんほらナルシストっぽくそうそうそう、もちろん自分が今世界で一番すごい人間なんだよと思い込ませた上で皆さんどうも
今日ちょっとね釣りをねそのブルースを上から言わなきゃいけないんでそういうキャラクターだから早くやりなさい、ちょっと呼ばれてきたね、もう酒前に行ったビールこぼしましたよピチャってもういいよカメラ やりなさいああ、世界中の皆さんこんばんは、高橋カメラ面白くないじゃないですか、高橋さんだけが受けてるじゃないですか、だからカメラそういうことなんだよ、この二人集まらなくても俺が今笑えたっていう、人によって楽しいっていう感じる動画が様々なのよ、うん、そうそうそう、越に入った時の高橋君の顔を映したいわ、あれはちょっと映れんわなんでやばい恥ずかしいわ見とる方が恥ずかしいんだかわいいわ首をちょっと後ろに下げてねだからカメリンさ二代目の道は厳しいぞいらないですね断られちゃった2代目無理か2代目嫌なんかおいあの2代目継承してくれる人おらんの2代目は2代目2代目高橋吉ですって行かないこんばんはみたいな2代目高橋吉ですいや多分コメントで来るね僕が何がなりますって絶対来ると思う誰かいや俺がやっぱりその任命しないとそれはああ勝手に名乗るは勝手だよ、ああ、うん、名乗っていいですかって人もおるのよ、うんね、好きに勝手に名乗ったらって、うん、でもね高橋魚心にメルカリやってるやつおるとか俺じゃないから高橋魚心になんかメルカリいろんなもん高橋魚心でやっとるのよえそれってなりすましてるのなりすますっていうか勝手に俺の名前別に自由だけど、うん、表彰権ないからだから高橋本名かもしれないだから高橋魚心でなんかメルカリで普通にいろんな自分の商品をずっと、で一人詐欺師がおるの知っとる知らんいや全然知らないですこれはね俺のところにも一回ライブ中に絡みに来たんだけど、うんうん、要するに高橋魚心ですって言って、うん、そのネットで振り込み詐欺みたいなやっとった人がいやだからあのネットで金儲けるこんなに儲かりますよみたいな中国でこれやってバズでこれやってほら一応剣儲かってますよ俺みたいなその講座を見せてさ、うん、で高橋魚心なのよ、で一時それで何名かなんか騙されたらしくてさ、うん、ほいで俺そんなんやってないよって、うんうんうん、高橋さんもいろんなこともされてるんですねみたいな聞いたわけ、はいはいはい、俺やらないって一緒に見てみたら、うん、その高橋魚心みたいななりすませてそのネットビジネスで大儲けの方法で金を視聴者から取っとる人がおってさ、だから基本は俺は視聴者から金取るのは、うん、この高橋更新で580円以外は取らないから、うんうんうん、もしくは T シャツ販売ぐらいだから、うん、そうそう詐欺師がおったよな勝手に人の名前語って、ただカメリンは特別にもう俺が認めてもうこのチャンネルのその代わりそら月に10本は動画出してもらわなあかんで、どんな動画でもいいよ、うん、2代目なんだから、うんうん、で初代はっつったら俺カメリンの口から言ったらいいね、初代は今こうしとるっつって 2代目やってくれよもう振る時に笑っちゃっとるよ2代目高橋口にやりたい嫌です、嫌なんだよ何が嫌なんだよ何が嫌なんだよありがたいことじゃないんだ何が嫌なんだよカメリン恥ずかしい、私にはそんな権利がないです、ああそうかそうかそうか、じゃあカメリンとして出ていこう、なあ2代目高橋自身でやめてあのカメリンっていうスタンスでカメリンでは動画撮るならどんな動画を出したい、まあ、あなたチャガーキ TV の準レギュラーもやってるわけでしょ、二足のわらじでやってるわけでしょ、ん？はっなんでよ、チャガーキ TV 出とるよチャガーキ TV カメリン、あのダンスもしとったやん、上手でしたよね、あの TikTok 良かったで、やっぱりなんだろう、なんか、なんとも言えないダンスだよね、あれあれカメリンオリジナルの振り付けなの、そうなんです、ちょっと今踊れる、いや、いつだよとか野球じゃない、現役を知らないんじゃないですか、落合博満知らないの、巨人と中日にいた、
ほんで腹が出てんだけどホームラン打っちゃうみたいな。カメラ野球は見ない？見ない、うん、ね。多分もう世代が違うからね、うん、出てくる中が古すぎて分からへんから、ね、瀬古とか落ちちゃう。瀬古は僕もちょっとギリギリですからね。本当？瀬古さんはSB の瀬古さんね。じゃあ分かった、カメラ日本でマラソンの問題はまだオリンピックできんかったから、もうオリンピック今植えとんのよ、これ。オリンピック見たかったの。マラソンで過去に日本には宋兄弟という双子の人がいてオリンピックに出たことがある、イエスかノーか。懐かしいな。ノー。ブブー。宋兄弟って人がいて、なんと44歳の時にオリンピック出ちゃった。44歳でマラソンでだよ、44だったんです。44でオリンピック出ちゃうんだよ。しかもマラソンで選ばれちゃうんだよ、うん、だから鍛えてれば40代でも全然トップでいけるってこと、うん、あの時だけどいなかったんじゃない、そんなに やってる人。いやでもやっぱりタイム出せてたから出れたわけでしょ、トップクラスの、うん、もちろんそれ金メダルも何も取れんかったけど、でもオリンピックに選考で選ばれた時点ですごいわ、うん、だって40代でさ、うん、いっぱい若い人もオリンピック出たい人いた中でマラソンで取っちゃったわけだ、枠を、うん、だからそれなりのタイム出てないと選ばれないよ。それはすごい、うんうん、質問です。はい。質問、なんとか直子さんっていうマラソンですごい金メダルがいた彼女の愛称は超有名なのキューちゃん。正解です。出身地はどこですか？熊本県岐阜県です。あ、岐阜県なんだ。へえ。キューちゃん絶対覚えてください。岐阜県に近くの人、お住まいの方は。キューちゃんは岐阜県、うん、カメリンは愛知県。質問です。質問です。はい。ロサンゼルスオリンピックの 100m 走で金メダルを取ったのは誰でしょう？ロサンゼルス 100m 走金メダル誰だか。ちなみに俺が小学校5年です、ロサンゼルスオリンピック。それこそあれやね、うん、さっき出た人、うん、カメリン分かんない。カール・ルイスですね。カール・ルイス。カール・ルイス、うーん、あれです、あの9秒99だった。カール・ルイスみたいな9秒99だった。お菓子に出てる人。そうそうそう、お菓子、お菓子に出た人。カール・おじさんってなんかあれは全然違うじゃない。違うよ、カメリン。俺はカール・ルイスの話したんだよ。しとんねん、ね、カール・ルイスの話今しとるんや、俺は。カール・ルイスは知っとる？あ、知らんのか。じゃ知らんと思うよ、カメイン。はい。で、ベン・ジョンソンも知らないの？ベン・ジョンソン知らない。フローレンス・ジョイナーは？もう俺その辺で止まってんだけど。もう本当に知らないんだわ、うん、僕もだけどあの頃はすごい注目しとったけど、うん、ですね、うんうん、ブブカとかおったもんね。ブブカセルゲイ・ブブカ。そうそう、ブブカがあれで飛び越えるために自分の記録を作ったよね。自分も共感しちゃって、そうそう、また世界記録って毎回1センチずつ上げてくってね、うん、何遍目立ち、あれよう考えたらただ目立ち上がりだよ、1センチずつ世界記録決まった。スポーツやなって言っちゃうだけど、また世界記録ブブカ達成みたいなさ、ちょっとずつ毎年1センチ。いや、そんな5センチとか10センチはもういきなり上げれるもんあんなもん。いや、ちょっとずつ、いや、またもうってなんか超人みたいな。あ、またもうってやりたいために1センチずつ。そうそう、なんやろう。でもあんな共感しとった俺、小学校の時に。中学校かな。よしよし、これこれ。なんかひねくれとる、ちょっと。え、そう、目立ちたがりやな。目立ちたがり。いや、今思えば当時はだから俺応援しとったんだよ、うん、やったーみたいな、俺もなんか自分もなったような気分でさ、うん、今思えばなんかね、なんだったの。じゃああそこまで行くともう1センチが結構なもんなんじゃないの。もうスレスレで飛んどるからもう、うんうん、そうか、うん、でも俺に記憶ではもうなんか30回ぐらい世界新記録出してるイメージだ。またみたいな、また世界記録みたいな、自分で更新してね、もうじわ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 。何やったんやあれ。今もでもブブカなのかな、世界記録、うん、ああ分かるんじゃない。おお、あ、チャガヤさん、ちょっと意地悪な質問していい？意地悪、はい、意地悪な質問するよ、はい、チャガヤさん 50m 何秒で走る今ですか？いや、一番速かった時。ね、僕は6秒2とかです。この間5秒6いとって。5秒台は出ないですって。あれ？ 50m だよ。そんな盛りませんよ、僕。
いや、カメラにあんた言っとった。あんた、多分虚偽癖があるな。この間、5秒6って言うからさ。これで、5秒6したことないですよ。いや、言うとって、5秒6ですよ。つって、虚偽癖があるな、この、ムサエフって男は。ムサエフって。なんでムサエフなんですよ。いや、ほいで、なんかなんだ、スポーツ、陸上の選手が言うにはさ、はい、ウサイン・ボルトですら、50メーターだとね、もう 5.5 ぐらいらしいんだわ、うんはいはい、5.6 とか、まあ、トップスピード上がってからだもんね。そうそう、だからもう、うん、ウサイン・ボルトですらそのレベルだから、うん、よく一般人で5秒台 5.7 で走るとかいう人が結構多いんだけど、うんうん、ありえないって、その測り方が違うんだって、うん、もう本当に正確に陸上のしっかり測ると、うん、もうボルトですら 5.5 秒ぐらいかかる、うんうん、だから一般人の俺らってやっぱ6秒5秒台でもう本当に出ない、うん、もう格が違うレベル。ちなみに、カメリン 50m そのスピード6秒です。嘘を言ううまい50m 6秒のあの踊りのあの専務と一緒にな映画タガメ作った時のさ、うん、こんなちっさなさ段差を登れずにグイグイやっとるあんな人が 50m 6秒で走れるわけないやん。足は速いんで6秒ってめちゃめちゃ速いよね。めっちゃ速いです。ほんまで6秒なんて速い。速すぎる、うん、だいたい 6.8 秒でもまあまあ速いイメージだけど俺。女の子だいたい8秒いくつとかじゃなくて、うん、多分高校で 6.8 で速い方だよね。女で、いや男どう50m。 速いです速いです速いですよ。全部何秒だったの 50m 走。高校ラグビーやってる時が多分6秒台だったよ。だけど6秒のまあ後半までいかんかったかもしれないです。6秒5とかじゃないかな。6秒5ってめちゃめちゃ速いよ。だ短距離だけはね。だからで 50m だから。うん、俺7秒1だった。7秒台ってことは多分ないと思う。スポーツやってたらなんかならんやろ7秒って、うん、7秒1。俺野球部1だった野球部1のトーンそこで 50m 7秒1やった最速、うん、6秒5とか6とかそんな前やね。しかも俺野球部1の一番の弱点って言われとった。何じゃねえ要するに肩が強いぐらいから。あんまり強肩の弱点ピューなげ弱点がいいじゃん。ピューなげふわーってこと。今だけどボール投げれんね。うん、もうダメだね。俺この前投げたけど投げれへん。四十肩ですか。いやもう五十肩や。五十肩、うん、なんで投げれんの。動かしてないから肩が痛くなるの怖いもん。あ、いやゆっくりやるのもあるよ、うん、初めに5分10分そうそうそう。俺もっと野球部やから、うん、キャッチボールやりますよね。スナップ、ああやろうよ、うん、いきなりやると壊すよ肩、うん、本当に急にやると肩。なんか昔やったね、あの一番やっとったやろビルの中で。いきなりやるとマジで肩壊すよ、うん、で肩壊したらマジで肩上がらんくなるで、うん、この間うちの兄ちゃんがね、あのスノーボードじゃないやなんかやっとってさ、うん、1年前か転んだんだ変な形で、うん、スピードトップスピードで、うん、で肩言わして右手が上がらないんだから肩より上に、もうそれだけなかなか治んない。固まっちゃってここで、うん、それで最近こうやって痛たたたたって言いながら、だから痛めたらそんなの何どうしたんやん。神にでかい声で言わんかい。え、どうした。もういい加減にしてって。え、何。あ、よしよし神にトイレね、うちでピンクって言うんだよ。インゴだよ。ピンク。俺が昔働いとったあのパチンコ屋でさ、トイレに行くってくださいピンク入りますって。ああそうなんだ。インゴがピンクなんだって。何やピンクっつって。へえ。ああでもピンクピンクですかピンクっつって。何やパチンコ屋。ああ。だから結局トイレって言うとお客さんが接客業だからさ、お客さんの不快じゃないように。何この従業員今からトイレ不快。インカムで喋るときとか。うん、だからインカムでも絶対トイレ行きたい、どうしても行きたいときあるやん、うん、漏れそうとかね、うんうん、あちょっとピンク入りたいんでちょっといいですか。神は聞こえんのだけどインカムなんかお客さんに。いやただお客さんに不快じゃないようにやっぱり。ピンク入ります。ピンク入ります。あ言ってそれピンク、インゴピンクだから。ピンク入ります。あれ悪口しか言わないんじゃないの大体インカムってパチンコやのインカム。俺んとこはでも20何年前の話だよね。またやつ来たぞみたいな。いや言わんそんなこと。俺どう厳しかったの、うん、要するに経営者が要するに昭和から平成に変わった流れで、うん、昔はもうチンピラみたいな感じだったけど、うんうんうん、もう今は接客第一でむっちゃ背伸ばしてあのお客様に失礼のないようにって、うん、そういうのはなんか大手は結構大卒らしいよね。
そうそう、そういうスタンスよ。うん、昔のパチンコ屋はさ、お客さんにもわーとか、なんかパンチパーマをかけてわーみたいなさ、お客さんに怒鳴っちゃったりさ、うん、そんな店員、柄の悪い店員じゃなくて、結構マナーを重視すると。だから専務にもあんたにも俺の近く近所のファミマがまたおかしいねばっかりおるんだわ。じゃあそこは本当おかしいんだって。マジでね、あのね、うちのファミマでね、なんかね、もうね、全部できてなくて、中にはできとる人おるよ。いや、あれ、昔のあのサークル系の時はひどいかったもん、あそこ。そうなんだわ。夜行くとね、あの親子でやっとった時ひどいわ、あれ。うん、だって、従業員おるんだけど、7割方は変なんだよ。うん、変だっていうのは、要するに、純粋に不快と感じるの。ああ、うん、やばいねそれ。高橋さんが、うん、いやだってだるっとこうやってお客さん並んでるとか、だから俺一人だったとしてもさ、うん、お客さん来てお客さん会計しようとしてたらさ、うん、さっと来て会計して、うん、さっさってやるのがプロの仕事なんで、うん、そうですね。そっからもう歩き方からもう舐めとるから、うん、それはね説教者だよ。だらーんって来て、うん、で若いイケメンの男の子が最近おんだけど、うん、あのちょっとイケメン、もう見るからにイケメンの子がおってさ、よろしいぜカッコつけんでいいよってマジ普通にしてくれみたいな、カッコつけて喋りはなんかこうってシャニ構えな感じ で特に女が隣におるとまたひどいんだよろしいぜみたいなあの普通にやってくれるって俺言いたくなるんだよ毎回もう最近、まあ、入ってまだ、まあ、1ヶ月ぐらいかな。でもいつもカッコつけとって、で女の子が可愛い子がおるんだよ、 なんか可愛らしい女の子がおるともうひどい、もうなんかお客さんに、うん、ちょっと殴られたら困るんでみたいな、嘘っすねみたいな、なんかわけわかんない話です。なんか最終修行で向いてない。いや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 、うちのファミマひどいんだわ。もうあそこねマジでひどいんだよ。いやだけどお客さんの前に出る仕事だったらね、それなりにしとかんと。いやだから失礼がなければペコペコするんじゃなくて、まあ、失礼がなければ何でもいいんだけど、なんかもう本当になんでこんな失礼ない、あそこ以外よ。いやだけど田舎に行くほどね、あるだ、そういうのが多いと思う。俺名古屋に南区住んどったよ前ね。おらんやろそんなやつ。ああ南区は俺近所のセブンイレブンにもうバカがおったわけよ俺毎回でもこれ家の前だからもう行かなしゃあないやん、うん、毎晩、うん、で、あの佐伯さんも怒っとったもん、うん、あいつはあかんな説教者って。女やったかな。いや女も男もだから経営者、うん、だから経営者の息子が夜勤やったんやけど、うん、もうそいつが態度悪いね、うん、うん、で女の子も今日その接客の教育できてないから、うん、なんだろうな、もう機転が利かないというか、うん、なめた態度を取ってしまうみたいな。だから栄とか言ったらおらへんでそんな手に。あ、都会の方はな、うん、怒られるから。だから俺のところのあれマジでファミマね。じゃああそこは昔からひどいもん。ひどいんだわ。でなんかこの間客もまた怒っとったもん、うん、なんだあいつなんだ、一言言ったら分かるだろみたいな、お父さんが怒っとったもん。だから、まあ、またあいつやっとるって、なんかピントがずれてんだよ。もうね、全てのピントがずれてる。まあだから雇う時に分からんのかなと思う。いやだからその辺もまだ若いからさ、20歳ぐらいやと分かんないんだよな。いうカメラに出なさいよ今あの高橋さん家の近くのあのミニストップ、うん、よくないですか。あそこは逆に、あ、いいよ。なんかハートフルなおばちゃんの感じで。いや、あ、いやちょっと待って、あのおばちゃんは立ち悪いよあのね、ハートフル、あそこ行っといて言っとったんやだけど。いや、そこのミニストップのね、うん、あっちじゃない、あっちのか、 あそこはハートフル、素晴らしい。でその手前にあるとこにね、もう一個ミニストップがあって、うん、そこにまあおばちゃんがね、もう俺なんかね、ずうずうしいババアがおるんだわもう俺のことはもう友達みたいになってきてるの最近。それもきついな。たまにしか行かんのよ。で、うん、1ヶ月に一遍か2ヶ月に一遍しか行かんのに、なんかもうしゃべりかけてくるのめちゃめちゃ。もう、あ、今日どうみたいな、最近どうとかって、ね、だけどまだその近くのファミマあるからそっちの方がまだいいやろ。あのファミマかマジで。あれ なんでやっぱりね、経営者が、経営者が悪いと変だもん、あれ。いや、なんかもうまず働いてる人がみんなふてくされてる感じなのよ、うん、で なんでこの人たちって他の店ないんだよね、うんうんうん、あそこだけなんか従業員がみんなふてくされてんだよ。いや俺ね、何があったって昔行った時にね、夜、うん、高橋君行った時におでんもらえたんだよ、まだサークル系の時にね、うん、おでんって言ったらめっちゃ嫌そうな顔して、あ、おでんですかみたいな。そうなんだよこれで、あそこあれだよ、だって1万円出したら嫌そうな顔するんだよあ、いやでも俺なんか1万円なんか今最近のカードばっかりやけど、うん、前はお金なくてさ、1万円なんてたまにやん、うんうんうん、1万円出したらチェッとか言うんだよおいおいおいあれ毎回1万円俺が出してんのはいいけど、はい、あのたまにやで1万円出すの、うん、大体1000円とかでしょ今カードにしたんだから、うん、
ああ、チェって言わないために。チェって言うんだよ。お釣りがないんだよ。高橋君結構1万円出すよね。千円札あっても。いやいや、だから千円札あったら千円札出すよ。嘘、なんかそういうイメージあるね、結構俺。ああ、僕もある。1万円出すイメージあるよ。いやいや、だから、俺は20万円ぐらい持ってきたんや、千円札を。ああ、そういうことだから、そう、それで雇ったけども、最近はもう金持たん。カードにした。ああ、なるほどね。全部カード。うん、そしたらポイントもつくし。ああ、ですね。あの、なんか何もう現金が邪魔くさい。カードめっちゃ楽よ。うん、ピュッてやるだけ。で、あそこの人、ファミマのがさ、カードって言ってもさ、わかんなかったりするの。すっごい格好つけてさ、わかってますみたいな風に。いやいや、カードだよって言うんだよ。ポイントカードと間違えた。女の子の前からさ、その知らないことをいけないからさ、わかってる程度でものすごい来るんだけど、で、俺クレジットカードやってるんだけど、なんかキーポイントひたすらなんかわけわからないんだよって。でも格好つけてさ、すごい。いや、あのね、クレジットだよって言って、うわーってますね。そっちでしたかって。すごいなんか、毎回不快な思いすんだよ。なんでそんな格好つけてんだよって。普通にやれよと思って。カミ、何やってる？何を書いてるの？左手で書く。実は左手だった。右利き？左利きなんですよ。ああ、そうか。嘘つけよ。いつも怖いか。今何時？もう終わらない。もう12時半ですよ。で、あと10分して終わろうか。早く終われ、その顔は。ということで、今回あの2代目のね、あのがちょっと決裂したということで。断られた。逆に俺が言うと、まあ、カメにまだ早いわ。うん、いや、もう一回なんか最後に頼んでみたら。いや、嫌ですって言え。いやいや、分からんよ。いや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 、じゃあ、カメちゃん、2代目お願いしますね。お断りします。どこまで言ってたら、二代目じゃなくてもいいから、うん、あのツイッターやりなよ。ツイッターはツイッター、ツイッターだから、カメイのファンを作んなきゃ。専務とチャガイもやっとるでしょ、ツイッター。やってるよ。どんどん紹介してくれんや、うちの。ああ、そうですよね。石丸先輩だって全くつぶやかんけど、一応アカウント持っとるよ、石丸先輩って。この前やるわいとか言ってまたやってないのね、しますけど。ほんと？ほんと？言っとって言って。うん。ツイッターで自分のファンを作るんだよ。で、チャガーTVがそれでも盛り上がるし、ね、俺のカブラとか魚神にもたまに出てくれた時に、カメリンが、うち人気ねえんだから、うん、なんだろう、なんかそういう感じでお客さん引っ張ってくれないと、うち伸びないやん、数字が。ああ、そうですね。うん。よし。だからツイッターやって。はい。本当に疲れてきたんか。着いた。本当に疲れてきたんか、カメリ。あげといてるわ。あ、ツイッターに。ツイッター。高橋さんに質問攻めされて困ってます。あ、じゃあこれ大器晩成のやつだ。質問攻め。でも、カメに漢字ができるってなかなかすごいよ。うん、そうなんですか。それ漢字はなかなかできんで。実はちょっと頭良かったんですよ。そうかそうか。そうなんです。小中勉強できた方？あ、できたです。オール100点ですよ。足も速いし、あのスポーツ部だったんで。え、何部だったの？バスケ部です。あ、バスケ部やったの。バスケ上手いね、じゃあ。上手いんですよ。へえ。イメージないね、カメリンバスケ。ドリブルシュートが一番得意ですね。で、今度動画でバスケで俺と対決しましょう。どっちが点入れるか。いい、俺バスケ下手でやったことないから。本当ですか。こうやってシュートして、どっちが…すぐ勝っちゃうじゃないですか。あ、本当？うん、いや、それやろやろ。終わりですか。終わりだな、もうそうそう。ありがとうございます。じゃあカメリン、もう本当にでもね、
カメリンがこうやって出てくれて、今ちょっとエンディングテーマ流すからね、今感動のシーン入ってきた、これ動画に今編集で今エンディングな感動でテンテンテンってなってるから、今ずっとなって、まあ、カメリンが今見てくれて、もこれね、今回のライブ2時間90分近くまたやったわけで、やっぱカメリンがやってくれたからこれ間が持ったわ、ありがとうございます。で、新年一発目の動画だからさ、やっぱり俺視聴者の人に、どんだけプレゼントできるかっていうのが、うん、もらうんじゃなくて与えるだけ、うん、与えて視聴者の人に、視聴者の人がためになったり喜んだりするような、そういう動画作っていきたくて、で俺それをね、やるにはね、カップルチャンネルしかねえんじゃないカップルチャンネルだから、俺はさっき今2代目断られたことは正直ショックだったけど、もうそれはもう乗り越えた、そのショックは受け止めた、うん、だからこのカグラというね、だからこの高橋氏どっちでもいいけど、このものをチャガエフとのカップルチャンネル、それでね、万葉さんみたいに100万人とかになったのでチャガエフにも流れていくだろうし、でうちでも、あ、知っとるでみたいな、バインを今コマーションも出てるんでね、ああ、それでチャガヤとカメリンはっていう風に、俺の他人のふんどしで相撲を取るっていうね、俺の考えなんで、だからチャガヤもそろそろサングラス出て隣出ないさっきから画面出ずにカメリンがだからストレス溜まって顔引きつってきてたんだ自分一人ばっかりにスポットライト当たってだんだんもう疲れてきてる、この人それ最後にあんたカップルチャンネルのいつものやつやって終わらない、今回も年末90分で、これ年始も90分のロングトークだよこれ今までこれ視聴者が高いの隣でずっと黙っておったのどうかと思うで、それではカップルだったら助けてないから、カップルチャンネルでいつもの手でお願いします。いつもの手って何ですか。いつもの手はだからカメリン何やってたんだよ、うん、チャガエフ君今日はつって、こんな感じやこんな感じやどうぞカメリン何やってたんだよ。違う違う違う、お前違うよ、あなたは強気な感じなのカメリン何やってたんだよって今日は何やってたんだよ、あ、分かりました、そしたらカメリンは可愛らしく女の子って感じでまあ、ああいうことやり始めたらもう嫌でしょうがないって時は人間からもう脳をよそにして、そうそうそう、授業中の生徒やってそう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 先生にハモって言われてよそごとし始めるみたいなごめんごめん、ストレートこれ神、それも含めてプロの YouTuber だから、どうぞ。おい、カメリン何やってたんだよ。ミニこれはちょっと長すぎて動画が恥ずかしいわなんだかちょっとあれだったんだんこれカップルチャンネルこれあかんかまだまだ気が乗ったらカップルチャンネルチャガキ TV の方でもカップルチャンネルで一回ネタやったらいいやん、カップル誕生しましたってネタになるで、俺とね、いやだからチャガヤキ TV にこの2人であんた監督でカメラで声で出て、ね、でチャガヤキ TV でカップル誕生しましたって出して今日からカップルチャンネル始まるとなった、ネタバレしたらいいネタバレしてもいいからやってみたら通りすがりの人が初見さん、なんだこれってそうそう、カップルチャンネルそうそれでやギャグでちょっと一回撮ってみたらいい、でうまくいったらさ定番でさ毎週やるみたいにしてさ、もうそれで人気が出たらその恒例のあ、またちょっとあれやってカップルチャンネルのモノマネやつ一回やってみたらいいよ、うちでは結構反応いいよ、うちの高橋義の方では本当ですかコメント結構ついとったカップルチャンネルについてではないでしょ、いやいやだから90分の動画でまるでそこに自分も一緒に行ったような感覚になりました、山田太郎って書いとったいやそ全然カップルチャンネル関係ないじゃないですか、最近山田太郎さんって人がものすごい将軍で俺にないろんな分析してくださるんだよ、ああありがたいですね、多分山田太郎さんも多分今家でゴロゴロしてるあの人
暇だから今日の朝方4時にものすごい長文でいろいろ教えてくれたんだよ。ただその気持ちは嬉しいやん。確かに、うん、ものすごく嬉しい。淡泊なコメントも嬉しいけど、はいはい、長文であればあるほど、うん、その熱い思いが俺に来てさ、はいはいはい、どんな意見であっても長文っていうのはさ、うん、気持ちが込められてるから山田太郎さんにもお礼言っとくよ、うんうんうん、あと最近神にちょっと最後エンディング俺の愚痴聞いてよ。最近俺ネットで神にいじめにあっとるんだわ。そうなんですが、ネットでその5チャンネルとかで俺の悪口書いてるんすか。はぁ、うん、被弾とか言ったってよ。いじめはダメだよ。ついなこんなか。いじめは痛い。いじめがNG ですね。今しないで。まあ愛があるもんで言うんじゃないですか。悪口って違うんですか。あれはやっぱりその生きてて不満が感じてて、ああその人たちがね、そう、うん、でそれを誰かにぶつけたいって。で俺の5チャンネルの人たちは割合いい人多いのよ、うん、まあまあ普段俺の悪口言うけどまあ可愛い子だなっていう感じなのよ、うん、はいはい、ただ俺が怒りを覚えてるのはやっぱりその会社とか学校でのストレスをネットの誰かにぶつけたいみたいな心理が人間あるんだよね。うん、だから芸能人でちょっとやらかした人とか、あ、はいはい、例えば猛烈に叩きますもんね。猛烈な勢いでなんか目の敵、自分が被害に遭ったような、うん、例えばこの間アンジャッシュの人が不倫をして叩かれたり、はいはい、したらもうなんかヤブニュースでまたさ、うん、辛そうな嫌そうな顔の写真で、うん、なぜね、アンジャッシュはこういう質問攻めにあったのかみたいな、うん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 、っていうので、それでまたリポーターがいやらしい性格のひねた女がさ、これはどうなんですかみたいな、うんうんうん、俺そういうのが一番腹立つわけよ。はあ、はあ、あ、だから結局その仕事でやってんだけどリポーターも、うんうん、結局そこになんだろう、女性の敵だみたいな、うんうんうん、っていうところがあって、あのそういうそのそういう人をまた面白おかしくて、いじめの構図と一緒よ、うん、結局人を叩いてる時って快楽になるわけよ、うん、で鬱憤がやるからさ、うん、誰か攻撃対象を見つけてて、うん、あ今この人が叩いていいんだって、うん、ひでえなこいつはみたいな、みんなの会社とか学校のストレスを誰かにぶつけたい心理があるのよ、うん、でもぶつけられた人が今潰れちゃって、うん、とんでもないこう精神的にね参っちゃったりするっていう社会問題になってる、うん、で YouTuber でも多いのよ、うん、YouTuber でもその視聴者からの言葉の暴力で悩んじゃう人がね、うんうん、ぐさってきちゃって、うん、もうそれが四六時中頭の中入ってすごいストレスで、うん、うわーってなってしまうという社会問題になってて、うんうん、そういうのを俺もちょっとどうかなと思って、うん、で叩くんだったら俺を叩けっちって、かっこいいですね、うん、あサッカーであの本田のとかなんかそう言っとったんやて、誰がサッカーのなんか俺やなんかあの人がさ、そういうものにね、スタジオなお前止めて俺叩けよって言っとったから、あ、それのオリジナルじゃないんだ、モノマネでちょっと俺もそれ使おうみたいな、叩くんだったからそうならんやん、俺全部叩けよって、うんうん、いくらでも相手なるぜみたいな、はいはい、かっこいいですね、でそのスタンスでやってるわけ、かっこいいですね、カメラ顔引きすっとるけどどうしたんや、もう嫌だ、もう限界か、嫌になった、だんだん嫌になってきたかこれも出てもらえんくなりますよこれということで、今年ありがとうございました。今年ありがとうございました。新年あの新年明けましておめでとうございました。はい、だこう新年一発目の動画だから、はい、まあ無駄に長い感じなんだけど、はい、暇な人だけ聞いてくれたらよかったな。はい、もう高橋ズム全開ですね、うん、この動画は。はい、いや今日いい盛り上がったと思うよ。カメインの人となりもどんどん分かってきたしね、うん、カメインというようなスポットライト当てて長いもん出たら疲れたよもう初笑いですね新年初笑いということで、あれから今5時になったので約4時間ずっと対談をやってきました。お疲れ様です。視聴者の方々には今夕方5時になりましたけど、はい、4時間全部ドーンカットしました。はい、だからさっき90分ぐらい喋って、うん、いきなり4時間がドーン飛んでる状態、はい、
もう疲れ果ててますよね、カメリン。まあ俺も疲れたよ。疲れましたね。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ、はい、その君たちカップルチャンネルが成長するためにね立ち上げてもないのに立ち上げてるでしょ。あ、もうすでに。あ、これが二人でそんなお揃いのサングラスしてカマキリみたいなサングラスしてるから二人とも。あ、カップルチャンネルでしょ。そうですね、やってるんでしょ。はい。だからそのあなたのやってるチャガキ TV っていうところの内部でやるのもよし、はいはい、別で新チャンネル立ち上げるのもよしよ、はいはい、別で二人だけで、はい、その時にチャガカメじゃ分かりにくいからチャガリンだなそれも分かりにくい。チャガキ TV とチャガリン TV だな。リンで、自分はリンの方で、チャガとリンで、カメリンで。チャガ秋は秋山の秋なんだから。ああ、そうそうそう。チャガ秋 TV でやってるでしょ、はい、これチャガヘフとカマリンが合体したカップルチャンネルなんだから、憧れは万有の人だって嘘言いに続けるわけでしょ、はいはい、そうですね。でチャガリン TV だよな、はい、チャガリンコチエがやね。チャガリンコチエ、うん、チャガリンコチエ、ジャリンコチエ、ジャリンコチエ、 ありましたね、ジャリンコチエって。やっぱりそういうあやかってね、ちょっと長い感じでチャガリンじゃなくてチャガリンコチエって長めに。そうチャガリン、ちょっとそれは分かんない、長すぎますね。うわ、分かんない、何が名前って意外にね分かんないから。そうですね、やってみないと、うんうん、じゃあ最後に、動画最後にその2人の必殺技みたいなものがあったら見せてもらって、なんか伝授してもらっていいですかね。あ、分かり、恥ずかしいんですね、はい、分かりました。じゃあ、いきますよ、はい、2人、だから挨拶、はいはい、挨拶は、チャガヨさんにはもう3年前に私伝授したけど、んパー、うん、でもかちょっとパー違うよね。ちょっと違う、菊池さんのやってるパーを求めとるわけ。要するにパーってやつね。あー、パーだけだとダメなのよ。ちょっとこうパーにはパーの後に引きがいるの。おーってこのおえつを出るような感じにしないとパーが完成しない。パーだけじゃその平坦すぎちゃって、なんかパーで出た後引くの、パーみたいな、プワーっていううめき声が入ってる。押しと引き、そうそうそう、で押してく後引くっていうのはそれができなかったから。あ、です、僕押す一方ですからね。そう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 、そのターンまっすぐすぎてで使えないなって、もうやめろってなって、うちでもね、このカップルチャンネルでは言えない。カップルチャンネルで、はい、じゃあまず初めのオープニングの出だしのイメージやろう、はいはい、行くよ、はい、オープニングはまずチャガヨ、あ、カメリン何やってんだよっつってさ、カメリンが、今日はね、カメリンで笑ってるいやいや、カメリンはそんぐらい可愛いこぶる、うんうん、要するにあの万有さんのイメージで今練習中だから、うん、はいはい、カップルチャンネルだから、はいはい、だからかチャガイは普段より、おい、カメリン今日は、あれやろうよみたいな、なんでもジェンガやろうよみたいな、いいよ、うん、そしたら、すごいわざとらしいぐらいそう言って、カメリンはわざとらしいぐらい可愛い子ぶりっ子するっていうか、あ、今日ね、カメリンね、みたいな自分がこれ、え、そんな誰も笑ってないっていうねもう今、画像が出ちゃったんだよ。あ、想像で、想像だで、そんなイメージね。じゃあジェンがやろうっていうので、うん、あのそこからやっていきましょうか。まずチャガくんが、はい、カメちょっと今日これジェンがやろうよみたいなね。それでカメリンが開口ぶった感じで、あ、カメリンね、ジェンがわかんないみたいな、そんな感じやで。じゃあちょっと練習やってみましょう。はい、どうぞ。どっから映ってます。もう、こんぐらいで全部入ってるね。カメリン、今日はジェンガで遊ぼうぜ。うん、カメリンね、ジェンガね、ちょっとよくわからないから教えてほしいのに。バカだなぁ。バー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 、あ、いい感じ。こんな感じですね。すごいすごい、カメリン。よかったよね。よかったよ。100点。うん、特にあのカメリンがさらによかった。僕も覚えてくださいよ。いや、ちょっと声もよかったけど、それを受けて返す感じ。あ、まさに俺が求めてたイメージ。あのぐらいちょっとわざとらしいぐらいに、もうちょっと女の子ですっていうのを表現する感じでないと分かんないから、視聴者は。でもう一回やってみよう。もう一回やるんですか。もう一回でバージョン2ジェンガで、
ジェンガで。うわー、これ何じゃがいも。こんなのもわかんねえのか、うんうん、これはジェンガだぜ。え、ジェンガ。こんな感じですか。いいやん、素晴らしいよ。 なんか教育テレビ見よう。そう、いや、あれはね、やろうと思っても誰もできないよ。まあ、そうですね、できませんね。それは結構かなり才能かも、うん、そのジェンガーっていう。で、カメリンが足りないのは今子供っぽい感じでやったやつや、うんうん、あっちもそのやらなきゃいけないし、プラスアルファ大人の役もやらなきゃいけない。両方できたこそ、うん、真の YouTuber よ。なるほど。今みたいなその下手に出る女の子ですみたいな弱い感じの可愛いですみたいなのも出せるし、今度上から目線の高圧的なスタイル、うんうん、どっちもできるよって時にもうそれはやっぱり一流よ。両方できないと、うん、どっちしかできないじゃダメ、うん、全部できる俺うちは。いや、やってみよう。うちはがいいじゃん。セリフはこうだ。さっきは亀井一人でしょって言ったでしょ。今度は今度はさっきまでチャイヤくんだったじゃん。今度ちょっと一回変えてもらって違うモードね、うん、カメリンじゃない、カメリンのお姉さん役みたいな感じでチャガくんって、行くわよってほらボールを取ってほらチャガくんって、もうチャガくんは完全にしもべ、はい、そのスタイルの喋り方をマスターしないと女優として使えない。うちでは使えない、それは。なんか YouTuber 育成教室みたいな。そう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 、高橋さんの。そうそうそうです、そういう番組。今うち高橋さん。はい、じゃあそれやってみよう。じゃあボールをね、要するに後輩、今から今度ちょっとチャガイ、そのカプリチャーノに忘れてもらって、うんうん、後輩に料理を教える。後輩に料理を教える。そうで、この時に重要なのが受け手側、あなたですね。あなたが、はい、受けに受けなきゃいけない。そこでなんでだよとか、そんな自分のプライド出したら立たないから。うんですね、うん、相手が上からやってくれてるんだったら下からこうしっかり受ける、うんうん、あ、そうですかって、もうすごい下手にね、はい、やるスタイル、はい、じゃあ亀に、たこ焼きの作り方今軽く口頭で上から言ってごらん。たこ焼きか、さあ、坊やと、まあ、茶川くんじゃない、坊やだよ、うん、坊やって、たこ焼きの作り方わかるかって、うん、こうやってやるんだよって、こう、生地を練って行くわよって、あの声だな。よし、やろう。パーンってやってもらったら、はい、どうぞ。茶川くん、はい、たこ焼きの作り方、あなた、わかる？全然知らないです。バカね。たこ焼きはね、このタコをね、この器に流し入れるのよ。さあ、やってごらんなさい。カメリン、88点、うん、なかなか良かったんだけど、今のは俺が求めたのとちょっと違った、うん、だから今のもすごい素晴らしかったけど、うん、俺はもう一個上の高圧的なやつをやれって言ったの、ね、俺を見下した。そうそう、今のはまだちょっと普段の可愛いカメリンのまだ可愛いお姉さんだけどちょっと意地悪よぐらいのレベルよ、うん、じゃないのよ。もっと奴隷なんだから。なるほど。チャガーってやれよってああなるほど。バカかお前って、こうやってやるんだよって、ほら行くわよって、ほらしもめなんだから、使用人なんだよ。その意識の今芝居だからね。ちょっと3、2、1、じゃあ今からそのカレーライスの作り方を高圧的にやってください。どうぞ。坊や、カレーライスの作り方は分かっている？いや、分からないです。バカね、あなた、そんなんだからできないのよ。まずは鶏肉を切りなさい。いやいやいや、面白い面白い。絶対ちょっとまだ求めてるのと違うけど、ま、92点なかなか上がってった。これ高橋君がうちで見て楽しんだんだよ。YouTube の動画ですか。高橋君真にノーカットでお送りするんだよ。ああ、自分がうちで見るじゃないんだ。いや、面倒よ、2時間見るの。それを視聴者さんに見せるっていう。いや、俺一回見たらもういいよ。いや、それ編集者雇って編集者がやってほしいけど、もう俺しかおらんから俺がやるけど、うんうん、ありのままノーカット、うん、だからこれはアウトっていうと、もうほぼ今回カットする場面がないもんね。
まあないですね。一個もないと思う。ないといえばないし、あるし。前回の動画はさ、1時間28分ぐらいで専務があるんで冷蔵庫でこうやって顔がボンボン入っとんのよ。まあまた入ったっつってそこでパンとズームでわーって言っとったらまたこちょろちょろ冷蔵庫の中でまた顔丸出しになってさ、まあこれを顔出してもカットせないかんって そのだけで編集したの。うんうんうん。あとカットほぼないかな。99% 使ったかな。カットした方がいいんじゃない。1%だけ切った、ちょっとまずいのが入っとったそこだけ言葉だけ切ったけど、もう今日はまずい言葉とかないですもんね。ないと思うかと、うん、いつも結構カットしてるよね。いやだから雰囲気悪い会話だなこれって、うんうんうん、今は言うは分からんけど本人、うん、編集の時には第三者の目で見るよ、はい、その時にあこれ俺めっちゃ感じ悪いとか、あ、はい、あこれ、うん、これはちょっとひどいなとか、もう全部カットする、うん、ただ今日は喋った感覚で悪いとこ一個もない。結構綺麗にできとるよ。何が高橋君が悪態するとこ大体いつもカットされてる、うん、いやだから俺の毒はやろ、うん、いやでもライブとかで行って最近アーカイブ残しとるじゃね。ああそうだね。他のチャンネルの悪口も責任始めた違う全部クソだってそれで言っとるよライブでアーカイブ残しとるよ、うん、だから謝罪もしてる。やっぱいい人で思ってほしいからさ、うん、ただそれは俺の結局ジェラシーなんだよみたいな、ちょっとフォローは入れて、うん、ちょっと悪口をね、釣りがあるなんてクソじゃんって、うんうん、だって俺が7年も8年もかけてやってきてさ、うん、やっとつくんだ視聴者1万人チャンネル登録はね、うんうん、それがポットでのさ、しかも釣りに興味のねえようなさ女子が来てさ、金儲けのためだけちょんちょんちょんってやってすぐ人気になっちゃうんだから、うんうん、何やってんだこのバカってドブスがっつってっていうことはライブで言ってる本音はね、うんうんうん、ただ今の俺が言ってる悪口も結局俺が能力がなくて嫉妬してるんだなっていう客観的分析もできてるよ、うん、ただ見るたびに正直そのゲボが出るっていうかね、うん、言葉で言うと。だって俺ができないことやっちゃうんだからって。ここカットですか。使いますいやこれはライブで最近言ってるの本音で言った方がいいなって、うん、だから自分の綺麗なとこも見せるし俺のドロドロしたね、うんうん、だから最近だから正直俺自分より人気のあるやつ全部嫌はい、じゃないですよ。ただあの嘘でもいいから、うわ高橋さんすごいって言ってくれてる人だけ受け入れるみたいなぐらいかな。まあ、嘘で言わんのじゃない。何が？そんなことは。うん。視聴者。いやいや言うよ。うん。まあ大体自分より人気あるとだいたい嫉妬してるね俺は。あだもね、そんな日本のトップユーチューバーなんか見たらクサってすぐチャンネル、こいつどうせこんな金負けのためにやってんだろうって目で見てるよ。え、何その二人のサメだか。サメだかって分かります？もう本音なんだもん。嫉妬して自分がだって2011年から頑張ってヒカキンとジャスティン・ビーバー抜くって言ったんだよ、うんうん、2011年の段階で、うん、ジャスティン・ビーバーの見とけよって俺抜いたるけって言って動画で作って、うん、だから9年経って全然抜きも画面にも出てこんし全然ジャスティン・ビーバーに勝ってないやんってで、2年前はさ、東京ドームでライブやるでよーって、なんか言ってた。散々吠えてさ、うん、なんですかそれって話や。東京ドームでライブとか、歌もねえのに。そう、それで自分に失望してる状態よ。あ、今。正直。うん。だから、今回のチャンネルの前半で言ったように、俺はもう、より引いてね、うんうん、あんまりこう、もうちょっとだけ動画、たまに出る声で出るけど、うん2代目は2代目さんにカメリンに譲ろうかなっていう気持ちはある。だからカメリンだけで重い荷が重いのよ、うん、いうか正直照れとるだけ、うん、だからそれだったらカップルチャンネルでならカブラとこの高橋魚心2つともチャガリン TV に譲ってもいいかなと思って。俺はもう自分の城はまあ世界最高アクアリウムで、うん、本当にまったりあれ素でやってるから、うん飾らない感じ、うんうん、もうありのままで今日こういうことがあってね、うんうん、恋がいてねって笑いも何も取ろうと思ってないし、うんうん、楽しませようともあんま思ってない、うんうん、ただそれが俺の素で最下位分かるように自分の部屋があるから、うんうん、2つは2人のチャガリン TV チャガキ TV という2代目に譲る気はあるよ俺は。重いでこれ高橋芳美の名もいらんですいらんですってそれ好きになったの今俺落ち着いてくるから今やろうと思って出たくないって出たくないだもん出たくないって菊さんが言っとるで本当に会うたびに言うカメリンなのさ
亀みたいなのカマキリみたいな白いサングラスだけはどうにかさせろ言ってとにかく目を出させろ言ってあれじゃあのビンゾってあのカマキリみたいなのは目は可愛いのねそうカメリンの目が可愛いの知ってるの、うん、それは可愛いです正直ねそのサングラスするだけでマジで印象が変わるもん、うんうん、全然違いますもんね顔がねいやだからなんか小猿みたいなイメージ可愛いお猿さんみたいになっちゃうかなでメガネ取ったらうんうん方が多分女性的になるんじゃない嫌です嫌ですはそれは嫌ですメガネは取らんですめっちゃ断られますね新年早々いや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 照れてるだけよ彼女は喜んでんであ実はね二代目継承したことないもう継承したんですね継承してるいやいや二代目高橋芳乃本人が受ける気がなかったら別に二代目高橋芳乃でデビューしてもいいで二代目挨拶もせなあかんでこんにちは今日が二代目高橋芳乃になりましたよって譲ってもいいよ嫌ですあんま出たくないまあまあまあチャガリン TV でね、うん、いやもうそのカップルチャンネルはどうなの専務的にこれ的にいやいやこの試みはどっちみち今俺たちがさ、うん、人気はないわけじゃん、うんうん、もうそれは現実認めて俺も、うん、ただじゃあでも頑張ったらあと上がるだけじゃんでそのためにはさいろんな試みがあっていろんな正解があってさ、うんうん、そのチャガーキとカミリンのカップルっていうのを俺はあのだからチャガーキ TV の中のコーナーとしてやってもいいだろうし、まあ、一番いいのはそれは2人がやってくれて、うん、もう俺がカメラマン徹底するっていうのが一番俺が一番俺が望んで一番だからそれで売れるならな、うん、それは本人がみんなの役どころでだからチャガーキ TV をね、うん、結局チャガリン TV に変えるとかね、うん、まあそのチャガーキ TV のままやりながら実は、まあ、それはおっさんが2人出てるよりも女の子で撮った方が女の子ってやっぱりカメリンだけでもダメだしチャガイフだけでもダメやから二人がカップルになることによって視聴者はやっぱり楽しくなる、うん、なので俺は本当にカメラマンと、まあ、監督だよねそうそうこっちがスタイルが本当は一番いいんだけどでネタ振って、うん、で二人でカップルでいや何でもいいカレーライス作ってもいいし、ね、お化け屋敷行ってもいいし、うん、で二人でなんかあのねダンスしてもいいしカップルチャンネルでで一応あれだわな、何その微妙な表情こっち見てるの見てますよ、まあ、不満なの不満ですねなんでよこんなチャンスいただいて、まあ、メディアに出れることだけでもねカップルチャンネルでね枠くれてんだよ、YouTube さんがあ、そうだ、そうだ無料で、枠使っていいって言ってさあそうですねあとは自分次第でさこれテレビ局タレントだったらまた違うよテレビ局の人たちはさプロデューサーたちがさそこに配置してくれないと披露できないんだからそうですね YouTube だともう自由に何時間でもうんでもちょっとサーバーに負担がかかっちゃいますねそこはサーバーじっくり用意してあるからあ用意してありますか、うん、余っとるから24時間連続ライブだってできるし、うんうん、なんだったらその気になら27時間連続生放送だって朝まで生テレビみたいなのできちゃうんだよみんなその気になりゃで結成会議でなんで来週やったらどう6時間連続ライブとか2人でねで全部出たくないんだって後ろでカメラマンやって合いの手だけ入れてけんや秋山さんが出たくないのをなんで認めるんですか、うん、だって嫌がっとる出たくないっていうか、うん、でちょっとまあこれもう何回も言っとるけど嫌だ説明するのも嫌なんだと思うないやただじゃあこれはね結局向き不向きがあるの出たがりの人とまあ俺は極度なあの自意識過剰で嫌なのね、うん、人前に出るのが、うんうん、でどっちかっていうとあんま出たくないんだわもう見とったら分かる でそんなに俺は嫌な人に無理やりやれっていうのさ出たがりだったらどんどん出ろって話、うんうん、おいおいどんどん出やって、うんうん、顔回してどんどん毎日出やっていや別に全く出るってわけじゃないよだから出てもいいんだけど、うん、まあ俺はまあどっちかで引き立て役でそっちがメインでやった方がいいんじゃないかってこと、ねうん、ただ俺の監督の目から見ても売れるんだったらこのチャガキ TV だってそれはものすごいさ過激なこと、うん、ずっとガチでさ仕事なんかもそれしかしなかったらチャンネルはもうちょっと上がっていくと思うよ、うん、ただやっぱ男同士のダベリよりもやっぱカップルよこの時はだからチャガキ TV のワンコーナーとしてさ
あ、それは、あ、今日はカップル的に出てきてるなって、うん、っていうのをちょいちょい入れてって反応見つつ、うんうん、評判良ければそのね、チャガリン TV で別で立ち上げてもいいし、チャガキの中に組み込んでもいい。チャンネルばっか作っちゃった。だからそれやっても週1回だからね。うんですね。例えばそのチャガイ不要の方にこういう動画がたまに出して、ああ、それはいいかもしれん、うん、様子見てね、そっちの方がガッてグッていっちゃうかもしれない、うん、そう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 、まあ物は試しでねとか、はい、チャガリン TV で、で俺も協力はできるよ、それは、うん、ありがとうございます。アドバイスはいくらでもできるし、なんだったらそんなもんね、コロナで今、今日はあの今年初めてだから会ったけど、うんうん、でスカイプ会議だけでできちゃうんだもん、うんうん、コロナでね、うんうん、スカイプでじゃあ今から2時間ね、2人のトークで盛り上げてくれよってラジオ番組だとできちゃうんだよ。何やもめ帰りたいもん5時超えたいもん。今何時？あ、5時回りましたね、はい、もう高速できませんね、カメリーも、うん、もう高速というかもううちはそういう会社じゃないから、 YouTube も時間なんか関係ないから、 YouTuber なりたい人が勝手にやってるだけで俺は感じしてないよ。あ、いや出たくてここにおるってことですもんね。そうそうそう勝手に来てるから頑張りたきゃ、ね、出してやっとるってことですもんね。いや、フォローはしますよって日夜、うん、ハフ終わりたい。まあ潮時ですね。誰でいいの？だいぶだいぶ打たれてますね。 YouTube のサーバーに申し訳ないです。申し訳ない、はい、いやでもこんだけちょっとダラダラトークでいいんじゃない？あとカットルチャンネル、カメリンのね、いろんな芝居も今日見れたし、うんうん、カメリンの人となりはだいぶ分かってくれたと思うよ、うん、俺のね、カメリンが俺のこと嫌がってるって誤解も多分視聴者解けたと思う。こんだけね、俺とカラミのカメリンの絡みもあって俺は本当喜んでると思ってる、カメリン俺のことを受け入れてるそういう認識にしてるから、ああ、逆に俺のことちょっと惚れてんじゃねえかなぐらいの、ちょっとそのぐらいの感覚でいるんだって。そうやって思っとくと幸せですよね。いやいや、その、うん、そういう感じ、うん、いや別に相思相愛とかじゃないけど、うん、あの視聴者が言うように俺のことがすごい苦手で顔が引きずってるとか、うん、そんなんもう誤解今日解けてね、うん、完全に喜んでる。あ、実りがありましたね。実りがあったし、うん、俺の振りも彼女は全部受け入れて喜びに変わっちゃってる状態だね。確かにポジティブだもんね。うん、だそうだと思う、本人気づいてないだけ、うん、もし嫌だっていう感情が1ミリのままなら勘違い、うん、そういうことですね気づいてない喜びに、うんうん、今のありがたみに気づいてない。ああ、そういうことだ。結局何言ってもそっちに流れちゃうから、うん、嫌だ嫌だって言ったらさ、それは反対なんだわ、うん、言われちゃうから喜んどるよ、ね、喜んどる、照れとるとかねなんか今照れてるだけだよ質問攻めにしていい方に解釈しちゃうね。いやいや、ほんと思うよ、そう、カメリン。じゃあ、最後に今年ね、石丸さんも今、はい、はい、合流していただいて、はい、挨拶、今年1年よろしくお願いしますっていうことと、まあ、2代目高橋巨人誕生なるかもしれないし、ならないかもしれないよと。ここまで見る人おるんか？おる、おる。うん、そうか。10人はいてくれると思う。全部見たよって人が10人いたら10人、はい、その10人のためにやろう、はい、じゃあ今年も頑張っていきますんで、はい、最後に2人でなんか締めのギャグを、ギャグじゃなくて挨拶でもいいし、お願いします。30秒ね。はい、長え30秒だからコントやれってことだよ。コントっていうのは、でも俺が最後に言うわ。じゃあダックスフンドを飼うか、二人が犬を飼いたいって言ってんだよ。あ、ダックスフンドを飼いたい、チワワを飼いたいでな、うんうん、揉めてると。それをちょっといつも通りで、カメリンはチャガエフは犬かお前は再生回数伸びるらしいぞカメリンって、あーカウンネットリーカメリンねみたいな、シチュアワがいいかフリーみたいな、ちょっとなんでギブですね何がや
もう持たんす心が。どうして？自分じゃなくなるこれ。恥ずかしい。やばいこれ。なんで？そこ乗り越えていくんだよ。これはきついよ。いや演技だから。ちょっと待ってください。しかもなんかそマジできついんですけど。だから帰り犬かおやっておいで。だって俺にやれる。いや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 。多分この二人しかできんと思うよ。こんなに。それ勘違いですよ。いや多分相当無理だと嫌がると思う。だからあれもこれも求められるから。高橋君があそこ行ってやったら一番俺もおもろいと思うけどね。いやマジ恥ずかしい。ちょっとあのエチニック入ったの顔して顔つきでちょっと無理無理サングラスしたら大丈夫やろいやあかんかったじゃあちょ最後にこれだけやっとこう最後の締めは大事よだからチャガ君が、まあ、カップルチャンネルやっていくわけだからまず犬飼いたいわけねわけだからそうですねで犬のがあの犬がもちろん好きだっていうのと再生回数伸ばすっていうこのダブルの不純な動機でね、はいはいはい、犬飼おうよと、うんうんうん、犬飼えカップルチャンネルと言ったら盛り上がるからよ、ダックスホンとかいいよってカミリンはあのなんかシーズーが僕たちはねもう締めましょうよもう締めてください私はねシーズーが可愛いかなみたいななんか独特のカミリンのわざとらしいぐらいじゃあ最後にここやって終わろうはいどうぞいやこれマジで無理だ坂橋さんさっきのが言って今回無理だそうなんかもう素に戻っちゃったもんねもう無理ですよ僕何が無理なんだよなんかもう普通になっちゃったもんいやめっちゃめっちゃストレスです僕今亀に犬飼おうよって亀に地獄だこれなんで坂橋さん止めてなんだどうしたんや急に止めて苦しもうさっきまで喜んどったないやどうせなんてどうせ何がうざいんや これがみんな出演拒否してる理由がないいやいや2人は耐える耐えるだからそれできる範囲しか求めないからそれ自分と思ってやっちゃうからねそうそうあそうそう社外の要素になってやるよねそうそうそうだからチャガ君は僕はカッコつけていいんですよね違う違うチャガ君はちょっと強引な男の子で、はい、カメリンはめっちゃ女の子すぎて普通に喋れないぐらいすぐ内股になってしまうようなで犬飼いたいけどみたいなその可愛くちょっとシーズーがいいかなみたいなでこっちはなんか何でもいいやセントバーナードでも何でもいい細かいんですよなんでや一言二言にしてくださいよもう一言二言だったらダメじゃん長いんですクリエイティブなんないじゃんいや YouTube ってクリエイティブの世界だからバーってやってクリエイトしていくのよいや分かりますよそうだから一言二言だとそのただのセリフじゃん二人のアドリブでやっていくのそこでいい感じでじゃあ最後もう帰らないかん早くはいどうぞ俺らが見とるから分かんないよ俺ら向こう向いとるから、はい、そんなもん見とってくださいよ逆にはい分かったはいどうぞはいカメリン犬飼おうぜカメリン、うん、何の犬飼うのダックスフンドがいいんじゃないかえダックスフンドそんなんじゃダメだと思うなあ分かったじゃないチーズちょっと待って全然ねそのねチャガ君のキャラが死んでる疲れてるあなたじゃなくて俺が言ってるのはタイ何やってセントバーナード買おうよっていうその子供みたいなやんちゃだけどカミンの音が好きだからちょっと出てしまうっていう演出やからそれ今日全然違うそれ痛い胸が苦しいなんで苦しく俺が苦くどくなるんだいや多分ね僕のねこう心をねとこう今つながってる割れすぎて僕痛いねえ分かった分かったじゃあそれ本当に終わろうもうマジ帰ろう、はい、もうこじやはいじゃあ最後に、はい、セントバーナードを僕がね欲しがってカメリンはもっと可愛く、はい、あカメリンわそんな感じやもう愛情を挑むおいカメリンセントバーナード買おうぜカメリンはねセントバーナードよりもマルプージュ間違えたマルプーなんて言ったのマルチーズそれとは
カメにだいぶ照れとるな、ちょっとな。もっと内股でいかないと。あー、カメラけどちょっと違うか、俺の病気の人だよ。もっと可愛い子ってカメラけどチャガ君が言うなら考えるけどみたいな。よくわかんない、あのそのぶりっ子のモノマネが。ということで、今回頑張ったね。これ3時間になったかもしれない。それやったら恥ずかしくない、それって。何が何が恥ずかしいよ、こんなの。ようやるね、だけど頑張って やれって言うもん、高橋さんが。いや、だから俺は高橋君がやるのはね、振っといてそこで笑うもんでおかしくなるんで。ああ、そうか。いや、俺はじゃあ俺のが楽しむのももちろんやけど、やっぱ視聴者の人で今悩んでる人とかに、はいはいはい、ちょっとでも寝る前にこう聞いて癒されてくれる動画作り、うんうんうん、それしか考えてない。じゃあこれ前半に持ってこんといきますね。何が。いや、もう最後でいい。最後でいいんですかね。そうそう、だからそのためにみんながその芝居でね頑張ったわけ。ああ、うん、皆さんが少しでも笑顔になれれば、はい、そうそうそう、それが僕のね、はい、メインコンセプト、はい、本当にね、はい、うん、同じです僕も、うん、はい。嘘ばっか言ってるの。いやいや、これは本当本当。うん、いや、それは、はい、あの本当本当。やっぱり視聴者の人になんかそういう別にギブアンドギブよ。うん、与えて与えて与えてね。そう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 、はいはい、そうすると YouTuber はギブアンドギブができた人がテイク分をその後にもらえる、うんうん、すぐにはもらえないの。そうですね、うん、はい、なるほどね。そうそうそう、ギブですぐくれってなるね、みんな。うんうんうん、でもまだまだ足りないで、ギブギブギブって視聴者にギブ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 って与えまくったら、うんうん、それが半年1年後にテイクがちょっと返ってきて、上がったら儲かったら早いよ。うんうんうん、1年以上やってるけど全然ギブばっかり、全然テイク怖い。ギブが足らんちゃう。ギブ、そうそう、ギブのね、うん、またね、ギブ不足だ。最近の若い子はいろいろ細かいんだわ。あれが好きだ、これが、その好みのやつね。ああ、ギブしてあげな。そう、ギブしてあげなね。うん、散々俺夜中にライブしとるけど、全然みんな嫌だって言うんだもん。あ、今年のテーマ決まりました。何？ギブですね。そう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 。もうこっちもこれ今年収穫できなかったらやめるつもりだろうな。そうだね。うん。うん。うん、ギブだ、本当に。そうだね。うん、そっちのギブね。ギブアップのギブね。じゃあ、チャガキ TV で収益化できんかったら、はい、だから今年中にチャガキ TV 収益しなかったらね、うん、だからチャガリンに乗っ取られると思っときゃいいやん。ああ、そうですね。バトンタッチもいいかもしれないですね。バトンタッチにしちゃえばいい、うん、チャガリンで、うん、出たかったら出てもいいしね、うん、なんなら3人込みでダチョウクラブじゃないけど、うん、俺はそれ止めへんよ、うん、で、それ出たい、だからただ2人は息ぴったりよ、うん、うん、それはどうかな。仲はいいですけどね。二人は多分売れる素材だわ。あ、これね。どちらかというとさ、二人とも明るいじゃん。どちらかというと。うん、まあ、はい。カメリンもその誰でも暗い面持ってるけど、うんうん、でも暗いのが明るいかというと明るい、二人とも明るくなる。そうですね。笑顔が多いし。だからやっぱり俺らみたいな、俺は陰の影の人で、やっぱり表に立つ人はあなたたちだ。もう髪の毛ももう二人揃ってなんかもう一人は金髪、一人は青とかにしちゃって、赤とかにしちゃってもう。いや、そうだね、あの、君あの金髪にしよう、うん、金髪。それ業務命令ですか。いや、命令はしない。ああ、そう、うん、アドバイスしてるだけ。ああ、そっちの方ね、全部、うん、ただ、大体合っとる、それ金髪がいいよ。わかりました。それで普段帽子かぶなのにかわしとってね。ああ、そうです。で、カメリーはピンクにしたりね、もともとおかしいもんでピンクに買ってきて勝手にピンクにかかわけわかんないことして、うん、それはもう好きにして、緑でもグリーンでも、こっちだと白髪にしとるでね、これ。ああ、それ天然じゃない。チャガ君は金髪かっこいいんじゃない。チャガ君金髪偉いでしょ、もうもう40になってない、チャガ君。チャガ君って言われていや、40になってチャガ君です。だから見て、芸能人の人の見て金髪で。いやいや、所さんとかだって金髪にしとるからね。この人はもうだってそういう人なんだ、うん、だからあなたがそういう人なの。そう、YouTuber なんだから。だからそのくくりなんかないんだよ、うん、YouTuber で出てんだから。いや、チャガ F4 を取る前に、うん、っていうものがありますからね。だってあの人だってあるよ、うん、本名じゃないから。うん、所ジョージである前にもともとは違う人。ああ、でも私生活にちょっと支障をきたすもんね。チャガ君が夢になると。いや、金髪とかにしちゃうと。なんで長いの今、みんなやってるから。まあ金髪でもおしゃれなね、うん、まあ確かにちょっと柄が悪い人なのかなって
ね、40歳まで銀髪にしとったらね、なんか芸能関係の人かサラリーマンではないんだなって、うんうん、普通じゃないんだなって目では見られるわ ね、 そうですね。で、おかげにみたいにピンクにしたりしてる人もいるんだから、それ近所のおばさんもびっくりしちゃう。女の子がするのと男は違いますよ。カメリンでもピンクなくなっちゃったね、全部ピンクだったのが伸びてきたんか、色取っちゃったわ。いや、でもまた入れたんですよ。一時全部ピンクになっとったよ。自分でやってんの？うん、自分でやってるよ。色落ちちゃった。いや、入れたんですよ。え、前もっとピンクやった、今オレンジよ。今は違う、赤とオレンジをミックスしたの。ああ、そうかそうか、なかなかカメレオンみたいなねいろんな色でいいじゃない。めっちゃ嬉しそう。赤くなるの。カメリン、水色と赤とグリーンとなんとかそういうの俺が全部やったろか。俺の好きなようにその塗料持ってきて頭に緑色、グリーンとかこの辺はさ、ちょっと金髪で色抜いた後にさ、もういろんな色、レインボーカラーみたいなぐっちゃぐちゃに混ぜてね、オレンジとか。いい。なんで何やあの色って、なんか見たことない。下田景樹のイメージや俺はこれって多分ね、僕ら映してるより、うん、こっちにカメラ置いた方が多分面白いですよ。なんで？いや、そんな気がする。めっちゃいいもん、絵が。絶対面白くない。おっさんだなって。あ、そう。すごくいい。面白い。うん。まあ、ただ、こっちの3人は脇役よ。出る、もちろん出るけど、動画。主役は、茶谷さんとカメリンさんしかいない。2代目で。はい、2代目高橋巨神も、うん、欲しくなったらベルトはやる。ただ本人がその気になってない、まだ時期早々だった、はい、本人が2代目高橋氏に名乗りたいんだったら、ツイッターももちろん公式だよ。もう本当の公式ですね。公式、うん、2代目高橋氏ね、何の公式かしてんけど公式2代目高橋氏で顔丸出しだ、うん、サングラスしていいけど、で釣り大使好きでもねえのに竿振り回してな、うんうん、で琵琶湖にたまに行って、うんうん、釣れねえ釣れねえっつって、うん、車中泊してそうそう、うん、まあこれですね。そうそう、はい、行きましたね。ああ、いらんです何そのいらんですって覚えた、嫌がること覚えた。もういや、はい、だいたい嫌がるよこの人ね、うん、だいたいあれがそうです、ね、カメリンってでもなんかさ、だいたいできるって言わん、だいたいできる、うん、できる、できるね、できる、いざって言うとできんですおもろくやでね。まあまあ、ね、はい、ということで、今回なかなかね、石丸さんに、まあ、はい、風邪ひいちゃって、コロナじゃないよね。あ、大丈夫です。頭フラフラするって言うからあの、熱はないんで、味覚感覚もあります。大丈夫、はい、マジで。でも今コロナはどうなんだろう、また話しながらってもうねこれまた30分ということでって、今日もう5回ぐらい言ってますよいつも結構多いよ、うん、そういう時ね。いやいや、素朴に俺疑問なのよ、その、うん、いや、本当に危険だと思う。大晦日の日にさ、ね、あのうちの親がさ、4500人なんかなってるよって、うんうん、1日で分かってるだけで、うんうん、日本で4500人大晦日の過去最高を記録をして、4500人がコロナに感染したんだよ、うん、分かってるだけで、うんうん、分かんない人俺5倍10倍いると思うのよ、うんうん、で5万人いたとするよ、うんうん、倍の倍の倍で毎日今1000人以上感染してるでしょ、うんうん、みんなコロナやでになる可能性はありますね。で東京ではその外出るなっていうね、一都三県か、うん、もう外出をちょっと夜8時以降やめて、仕事も終わったらすぐまっすぐ家に帰るように結構行くんでしょ。でなんでならばこれ以上増えたら高齢者の方が命に関わるかもしれないし、うん、っていうことでだよね、うん、でもそれやってなんで GoTo したの。それは俺がしたわけじゃないけど、ただその時は経済活動を復活させたいからやったけど、やっぱり今よいよい見たら、これも感染スピードだったらマジで死者だいぶ出すなと。でもそれって分かりきっとったことだ。お素人でも大体そういうことしたら感染するって、うんうん、これなんかあるんじゃない。いや、そこはね、だから結局経済界と健康第一の人でも揉めてんだよね、あそのあたりと思うよ。だから経済界の人、商店街の人とかね、タクシー運転手とか、うん、仕事なかったら今月の給料ないかなって、うん、っていう人たちの声で仕事させろよ、うんうんうん、ねっていうことでやりたがる人と、健康第一の人はね、うん、いやもう儲かんなくてもいいからちょっと今、うん、って分かれててさ、うん、そこを補助金じゃなくてやっぱりお金を回すっていう手段に出たっていう、
今度か。だから、わかんないけど、俺もちょっとその政治のとこはね、お金すりゃいくらでもあるからね、お金すっちゃえばいいんじゃないと思って、話の内容と絵面が全然合ってないなと思って、さっき何が話の内容となんか絵面が全然合ってないなと思って真面目な話をする格好じゃないですから、ね、いやいやいや、コロナのはね、うん、いやもうでも GoTo とか俺もわかんないわ、あの時はだから経済界がさ、うん、あの 世間中のホテルとか旅館が潰れまくっとるから、うんうん、なんとかしてお金地方に回さなきゃ潰れるからって、うんうん、これ以上国からも金出せねえしって、うん、っていうことでやったけど、結局でも今やめたら結局ちょっと逃しただけになるよね。そうですね、だからそんな状態だよ、うん、まあでもより高度な判断、まあ、俺は分からんけどね、難しいよね、うん、金を取るかコロナを取るか、うん、うん、難しいね、うん、これはね、だからどうしたん？あれ、うん、もう帰りたいんですよ。もう閉めようっていう。閉めようっていうな。うん、ああもう今用事ある？用事ないか。ねえ。用事あるねん。あるんだ。どうぞどうぞ。終わるか。来週もあるし、来週出てくれないって。来週はもういやいやもう俺もいいよもう。なんか久しぶりに人に会ったみたいでね、高橋君。いやあれ以来だよ、人に会ったの。あ、そうなの。ああ、ちょっと実家には帰ったけど、なんかもう話したい欲がすごいですね、今日。いや、だってその新年会兼ねて、そのね、視聴者の人に挨拶よ、うん、はいはい、で、俺の中で気分が高揚したのよ、二人がカップルチャンネルやってくれるっちもんだから、で、あわよくは二代目高橋義もやるっていうからさ、うんうん、上機嫌になって、だったらやるよと、うん、朝まで喋、朝まで生テレビで、うん、ねえ、黙って俺のことイエスマンでやってくれたらええでって、うん、それを持ってる。話長い？長いですね。非常に。もう帰らせろって家に。そうですね。これチャンネルだな。どこのチャンネルだ？チャガキ TV ね。あ、宣伝？うん。だからチャガキ TV の中の、本当に今回だからチャガキ TV に協力する形よ俺は。あ、ありがとうございます。本当に。はい、チャガキ TV の中で、そんな長い週1回ぐらいしか撮影できないでしょ、はっきり言って。うんうん、休みの日にちょろっとやるレベルなんだけど、うん、そこにね、このカメリンの色を入れてカップルチャンネルっていうその企画をちょっと入れて、うん、で、その企画が外れたらそれは別途でね、二人でやってきゃいいだろうし、うん、だいぶ歌が協力する形、俺は。ありがとうございます。協力になった。いや、だからそれ大したあれじゃないけど企画だろうしね、即効性はないけど、遅効性。ああ、なるほど。だってこの二人がまさかまさかさ、売れたりしたらどうする？出てっちゃった。もういいです。いやいやいや、もうすぐにやって、いらんですって言われちゃう。いらんですって言ってもそんなねえ、こっちはその下準備いろいろやっとんだから、うん、それやるのだいぶ大変よ。でもまあ法的には縛れませんからね。いや、縛っちゃう、それは。いや、ただいい、それは人気出たら人気出たで、もうどん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 独立してもいいだろうし、チャガリン TV でね、二人そのまま結婚するなりなんなり知らんけど、それは勝手にやってくれたら。高橋さん、秋山さんもいらんですよ、よしよしです。だからそれ二人がね、チャガリン TV が100万人とか1000万人とかなったらさ、どうする？石原そこへ食っちゃったら。え？大丈夫ですよ、ないんで。それはいや、ゼロではないけどね。ゼロじゃないよ。まあ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 ね、やっとる以上は、うん、なんかの間違いで億再生出たらどうする？ああ、そうですね。 PP ラップだってあれね、はい、1本の億再生、1億再生、2億再生で、うん、それまで無名だった小坂大魔王さんがさ、うん、世界中に名前、世界中で小坂大魔王さんって誰も知らなかったんだよ、うん、PP ラップ一発で億再生出て、うん、一気に有名になったわけ、うん、ね、で、チャガエフとネスタイムが作った動画でもうちで1億再生何度も出してるわけよ。これいいでしょ。だからそんな感じで、それを今度 TikTok とか歌とか何でもいいわけ、うんうん、2億再生3億になった時に世界に訴えかける、うん。どれもジャンルが違うと。ただ今回の2人でその TikTok とかで億再生にはぜる PP ラップ、まずそれもやろう。PP ラップまず歌ってみよう。で、それ歌い終わったと PP ラップやって、今度 PP ラップダンスやって、チャガイね、このカメリンでチャガイ TV でやればいいよ、それは。これで歌もオリジナルで歌って出していくの。そうだね、この人それは億再生の人じゃん。億再生出したことあるで、この間。なので、もっと言った方がいいんじゃない？2億再生出したけどね、もう自分が出とらんねんな、うん、
あの時のだから俺は顔を差し込んどけって言ったやろ。言いましたね。エンディングでこんにちはチャガエフですって、喋、ねうん、りながらやらないかんねん。だからやっとったらもうね、うん、それはその時ジャスティン・ビーバーがこのチャガエフっていうね、うん、なんかのおっさんってね、変なおじさんでピッてクリックしてさ、うんうん、そしたらもうスターだで。あ、そうですね。アメリカ招待されてレッドカーペットやで。あ、夢がありますね。夢あるよ。アメリカの映画なんか主演張れるよ、億再生出したら。アメリカじゃだって俳優より YouTuber の方が偉いって言うんだから。おお、そうだよ。ローガン・ポールがあれ知ってる？ローガン・ポール知りません。ローガン・ポールがもうめっちゃ人気で1000万人チャンネル登録おったり、ね、ローガン・ポール、ローガン・ポールっていう、うんうん、あとそんなペグでなんとかペグでパイパイかなんか知らんけど1000万人か2000万人チャンネル登録者おって、うん、もう俳優とかよりも格上になってるね今の時。なるほど。ゲーム YouTuber とかのね。であなた2たちがそんな売れたらとんでもないことになるよ、金入ってくるよ。うわうわですね。バカだよ、はい、のためには一発億再生出してさ、うん、で億再生出すなら歌とかあのカメリンのダンスとかじゃいいんじゃない、うん、オリジナルで歌で、まあ、歌は出やすいですね。多分で PP ラップみたいな意味不明感もあるやんカメリンのダンスが、うん、ああ確かに確かに。であれツボ入ったらでかいことなんじゃない。ああなるほど。何、うん、え、ということでねって言ってくれ、言ってくださいよ。もう長いんですよ。何が長いの？もう怒り出しちゃってよ、もう。何々怒ってないんですよ。笑顔は上機嫌だよ。もう長いですよ。いや、そこにやっぱり今ね、正直ね、二人の耐久力を見てる。いや、カメリンすごいわ。そう、二人の。これだって何時間ってやってたでしょ、これ。二人の耐久力を見てる。だから、それ務めるかどうかっていうのも、YouTuber として、アクターとしての才能。うんうん。うん、今帰れてここにいるってこともすごいと思う。僕ちょっとギブですけどね。それは照れがあるんじゃない。照れ、だから画面に出ることが嬉しいとか、うん、結局だから今日は今俺がさインタビュー形式でやってるから、その、うんうん、いろんな質問飛んでくるから結構精神的に対応しなきゃいけないからストレスがたまるんだけど、うん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 、これが今度自分で番組を持った時にね、2人が、うん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 、2人だけの世界だから楽しいしかないよ。快感に変わるから。そうだろ。バイオンさんの動画だって俺見てるから。見てるんですね。ああいうやつも VIP やああみたいなのもやらないかんし、うん、で子供たちのハートをわしづかみにして金のために、うん、そういうこともやらないガッチリとキャッチガッチリね、うん、で愛もついに与える。うん、カメリンだってそういうさ、もともとお笑い芸人として出たかったけど、うん、なかなかチャンスがなくてね、うんうん、なかなかその当時カメリンも俺と一緒で引きこもりだったから、うん、お笑い芸人に一歩違ったか、でもなりたかった夢があったりね、うん、ただ現実は取れなかったのを今 YouTube でね、日本中と世界中の子供たちに、高橋芳で、うん、ここまで見取りしてるとほとんどおらんと思うけどこれでカメリンの夢も叶うんちゃう、お笑い芸人になりたかったっていう、ささやかな、ささやかな。チャガエフさんはなんかなりたかったのある？ないです。うん、出たがりじゃないんで僕、はい、ああ確かにな、はい、ちょっと照れっていうかね、うん、カメちゃんが出てくれるのが一番いいですね、はい、カメリンだけ出したらやっぱストレスたまるからさ、一人だけじゃね、うん、やっぱ二人で、いや選んでいいよ、選んでいいよ。だからちょっと最近チャガ君違うなと思ったら、アキ君呼んでもいいし、アキ君、アキ君やもん、勘弁してくれよ。いやそれはカメリン次第でさ、やっぱりそうですよね、カップル相方だからさ、うんうん、やっててアキ君の方がいいかな、アキ君呼んだり、うん、なんならトリオでやってもいいし、なんならこっちにマル君もおるで、マル君マル君もいいですね、しまれたばかりマル君もいい、マル君も出て、マル君、アキちゃんと、うんうん、いいよ。タカ君もいないから。タカ君はいいよ。タカ君、タカ君がいいですよ、うん。ちょっとそれは恥ずかしいかな。ちなみに俺が一番見たのはタカ君。僕も。タカ君が一番見たい。マジでいいや。マジで恥ずかしい。動画出さんもんね、プライベートで撮りたい。あ、本当。あ、それを、あ、そうだね。それを見せてあげたい。うん、編集したやつ。いや、見てもない。ほんと画面に映る自分が変わりに果てた姿で、たーかくん、そうでちょっと出るとおりや。いやちょっと恥ずかしいかな俺は。もうその二人のラブラブを画面にするのは恥ずかしくてできない。それ YouTube 載せられたらたまったもんじゃないよ。二人がでもさ、そういうの求めてるから求めてる
何言っても無駄だもんでね結構頑固やね頑固頑固全部論破されちゃうから高橋先生はねいやいやいやとんでもないですよやっぱ才能2人の才能があるからここまで持ったんだと思う俺の尋問今テストしてるのよどこまで耐えれるかってああちょっとうんこしてこいうんこしてこいで俺のテストに2人今もうほぼ9割方クリアしようとしてる本当ですかアクターとしてもね、うん、やっぱり想像力忍耐力いろんなもんがないと YouTube トップは絶対つまんないから、うん、いろんな YouTuber 自分も育ててみたけどそこのバランスができてる人才能あってもすぐ潰れちゃったり、うんうん、嫌になっちゃったりだから想像力忍耐力根性とかあらゆるものがハイレベルにないと、うんうん、この YouTube の世界は渡っていけないそうですね、はい、なんか俺今いいこと言った感じしたけど、はい、先生そう先生俺そう思うよ、うん10年間 YouTube 見てきて、うん、やっぱり顔に何で顔引きつってきた僕大丈夫ですか引きつってないですかいやー分かんない結構引きつっとるって今自覚してますけどねあそう、はい、大丈夫ですか誰から感じないあ感じませんナメリンがなんかちょっともういやーもうあのちょっと引っ越えやるよって西村さん寝てますからねいやいや体調悪いんだってあのゆっくりしとけはいありがとう、うん、体調が悪いんだよ体調があったら出てもらうけど3人で掛け合いでね、うん、体調いいでしょいやまだ本調子まだぐるぐる回る勘弁してくださいねそうそうそうコロナじゃないからねうんちょっと風邪気味なのね熱が出たら検査行った方がいいコロナ検査、うん、いやもう風邪の症状も全くないあそうかそう、うん、ちょっとふらついたりするけどねまあなんか貧血みたいな状態だよね平行が取れない寝起きに、うん、三半規管系ですねだからそう耳か脳か、うん、どっちかみたいないや脳から来とるかもしれないの、うん、だからもしそれが続くんだったら病院で精密検査せんと、うん、だけどね軽い脳梗塞とかちょっとしたらすぐ治るとこがさそうでもちょっと病院行く怖いねうんまあですね時期が時期の時に ねそう、うん、ああいろんな意味で、うんまあでも一日一日をねやっぱり必死で生きんというか設定言ったもん、うん、俺もそう思う、うん、そうもう大事に生きんというか、うん、もうね自分がいつどうなるか分からんけん、うん、そうそうだから、うん、今日も満足したなって、うんうん、そう一日終わる時にねそう、うんうんまあ、満足しすぎてもいかんけどまあでもある程度自分も納得できること今日も、うんうんうん、だから仕事もそうだと思う今日やりきってまあまた明日頑張ろうなって、うんうんうん後悔しないように充実感ですねそうそうそう、うん、それ重要おいい話でありがとうございます、はい、そうね、はい、充実感持って1年過ごしましょう、うんはい、まず1年1年の経営は元旦にありだからねそうですねいい会議にできたんじゃないケンケン、ね、お互いね、はい、何が正しいなんてない世界でさ、うん、お互いやっぱり主張しながら、うんうん、ただ2人のカップルチャンネルが今後やるかどうかもまだ分かってないじゃん、うんただそれをちょっと茶川 TV でやるのも週1下手すら月1ぐらいだよねやれてもねそれはそうですねぐらいだからそのぐらいになってそりゃそうだよいやあのカメちゃんとカップルチャンネルやるってなるカップルチャンネルの動画撮るなら、うんうん、そんなんできんでしょ、うん、だからいろんな2人も忙しい仕事があるから仕事の合間を縫って何かのタイミングで例えばねたまたまこの間みたいな休日にたまたま偶然会ったりね街で、うん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 、でその時撮影入ったりとか、うんうんうん、だから平日でやるんだったら夜中になるわな、まあそうですね、8時から12時の時間4時間使ってもらってそんな時間カメちゃん高速できんな、うん、僕いやいやいやカメに夢があるからやるよやるなっつって、うん、あそうか YouTuber になりたいな喜んでるんですもんねそうそう、うん、YouTuber はそうやで、うん、やるなっつってみやちゃんが あそうですかそうカメに帰らせろ今何時今もう6時前じゃない6時前ですねマジで、はい、ご飯作らなきゃいけないんで考えて、うん、5時50分やじゃあ専務が一人とから帰ってきたら終わろう、うんこ行ったやろ、はい、今5時50分で、はい、帰ってきたらあここエアコンつけとかないからねちょっと火の元とか見て火の元見て忘れ物ないか、うんま、もういいよこのままエンディングまで、うん、最後喋らせてあげるよ、うん、あいや西村さん変わりますかいやもうその今日は終わるよ終わる
もう今エンディング撮っとる、終わる、今また感動の音楽流れてる今日2回流そう2回流す、今年もお願いしますね、はい、お願いしますね、はい、楽しみましょう、はい、じゃあ最後に、今年1年やってきて2人の今年1年の目標どうぞ。ギブアンドギブです。与えて与えて、はい、愛を与え続ける、はい、素晴らしい。じゃあ最後にカメリもしもし、そろそろおはようございます。忍耐力ですね耐える力、はい、おもろい、すごい。じゃあ俺の動画見てたの、俺の動画見たの、世界最強悪霊、俺の信念の誓い、見てないよ、見ろよ俺の信念の誓い、それ自分にて、この撮影に対して見てるけどいや、だからそうそうそう、俺の今年の座右の銘は忍耐力、うん、そう、耐えて耐える、耐えながら生きてるだけで丸儲け、うん、この2つを守っていく、うん、できるよ、忍耐、座右の銘、今年の目標、忍耐は、それはなかなかできることじゃない全てのチャンネルは君たちにかかってるんだから、ギブアンドギブで、はい、チャー君に関してはあれだぞ、今年もうあのギブアンドギブでも行って、はい、もう集計できんかったらもう本当にギブやぞ、はい、ギブアンドギブアンドギブで、うん、だからさ、はい、もう、ね、年齢ももうこっちももうかなりいっちゃってるから、あ、そうですね、限界なんだもん、チャー君も40超えちゃってるの分かってる人いるけど、こっちも50になっちゃうから、ね、50になっちゃうよ、そうそう、本当に、はい、だからなんなら最後ね、それでもしあれだったらもうおもちゃも顔出しで、うん、そっちだよ、のっぽさんだ、これがダメだったら、うん、今回俺が思ってるのは、うん、あのこの二人のコンビがね、うん、チャガリンがこけたら、うん、俺はもうのっぽさん的な感じになるや、うん、向こうのチャンネルでゴンタ君と、そう、うん、で二人が出てきて、うん、もう出てきてカメラマンこにおる、うん、秋山ディレクターが、山田太郎さんがそうやってな、秋山さんはディレクター向きだもんで、うん、そこのとこちょっとプッシュして、やっぱ出る人はアクターはどうので、細かく山田太郎さんも俺に指導してくれたから、はいはい、でそのまんまでね、あのおもちゃチャンネルあたりでそんな2人でボーン出ちゃってね、そう、マニアジャパンソングで2人で「こんにちはカメリンです」と、何なら得意分野だから、うん、だよってね、そうそうそう、うっつって今日はこのおもちゃで遊んでいくぞみたいな、やってくぜって、そう、あ、そっちの方が恥ずかしくないかもね、全然恥ずかしくない、そうだよ、でおもちゃで今日もやるぞって、うん、2人でおもちゃ YouTuber のっぽさんとね、この人はなんかわかんないけど、うんうん、のっぽさんってなんだ、あのカップルやるとよっぽどかいいかもしれない、全然いい、カップルの方がよりディープよ、うん、まあそうですね、カメリン今日何やってたんだよっていうの、脚本に癖がすごいんですよ脚本に癖がすごいんですよ、大した癖、いや、まあまあ癖ありますよ、大したことないんで、だから素人なの、プロの映画だったらそっからベッドシーンとかなんか設定が結構細かいんだよね、出てくるものの名前とかじゃないから、そうそう、プロの映画だったらもうすごい、そっから濡れ場も二人やらない感じになっちゃうよ、やりますよ、え、忍耐だよ、ね、終わるように言ってくれって、ああ、もう話に乗るなと、ああ、二人に無視喋んなっていやいや、ちょっとこれ多分視聴者だいぶ怒っとるね、高橋さんがね、チャガリンのためにここまで肌一肌二肌脱いで、その目先のね、帰りたいと、うんうん、しかもこの後用事もないのにね、やっぱり緊急でね、歯医者の予約しとったらそれ緊急ですか、予約しとったら帰らない関係で、予約もなんもない状態だからね、うん、今6時だったらまだ俺、酔いの口を、なんならイエスマンやってくれるんだったら9時まで俺喋ってもいいよ、いや、それはしんどい、これ本当さすがにあと3時間ノンストップで俺の話黙って聞いてもらってもいいよ、今日だって朝から喋ってたもん、うん、もう大丈夫ですよ、僕お腹いっぱいですよ、ありがとうございます、はい、今日だけじゃないですかね、今日でも会えんくなるだったらいくらでも話しますけど、元気よね今日、うん、そうかな、めっちゃ元気、人と会ってないから、うん、久しぶりに会ったから、だからあの最後に最後はなんか2人がそうふてくされた感じで終わったら視聴者に申し訳ないからアクターが画面で最後ちょっともう終われよみたいな感じで終わっていく、締め的に良くないから、それ良くないですね、最後盛り上げて終わりたいわけや、はい、あ、ですね、じゃあ今6時まで時間あるから、あと5分あるから、最後に締めの一発のその芝居、アクターと女優として
やって一ネタ、それでもうあと5分しかない、それ最後やめ終わろう、これで。じゃあ最後はこれだ、あの要するに夫婦って、夫婦とかカップルって思い違いで些細なことで喧嘩するのよ、うん、で、チャガ君は昨日ね、うん、俺納豆食ったんだけどって、うんうん、いや食べてないよ、ラーメンだよってラーメン食べたよ昨日って、いや納豆食べたよって、そっからちょっと軽い小競り合いやった後に最後はちょっと仲直りするんだけど、その時カメリンの方からチャガ君ちょっと言い過ぎたカメリン覚えねえなちょっと言い過ぎたカメリンはーっつって、ジャガ君がだったらいいよみたいな、ここまであと3分でこれアドリブだよ結局一番楽しいのは高橋君、いやもう、もう覚えてないです僕、いやだから昨日僕のプリン食ったとかそんなんでいいですか、もう何でもいいけどいやもう台本が大事だから、昨日俺納豆食ってあれうまかったよなっつったら、違うよ昨日ラーメンだよって、そっからいや納豆だよって、ラーメンだよって言い合った後に、なんだよって言った後にカメリンが急にこうなって、ヤガ君みたいな、何やるかも全部これ言っちゃってからやるのってどうなのかなっていやいや今カメラを止めるレベルの今映画撮ってるから、なるほどね、じゃあこれ映画ですね、舞台裏をカメラ引きで全部丸写しだから、うんうんうん、情熱大陸だねノーカットだから、カメラを止めるレベルよ、はい、映画監督よ、じゃあ最後、いいじゃなくて、うん、最後、せーの、はい、昨日納豆食ったよな、いや、昨日はスパゲッティだよ、違うよ、納豆食ったじゃんか、違うってスパゲッティだって、違うよ、納豆だよ、違う、スパゲッティ、全然覚えてんな、スパゲッティだって、シャンギ君ごめん、ちょっと言い過ぎちゃった、昨日納豆だったわ、ごめんな、俺も強く言い過ぎたよ、うん、言ってごとよ、じゃんじゃんじゃん、カメイ、最後にあれなんだけどちょっとね、ブリッコ足りないあのね、もっと内股でちょっと手が今疲れてきてな、もっと内側に巻いた状態で巻いてクリって感じよ、キャーグーみたいなそこまでちょっと行っちゃってもらわないと、遊んでる感じでこうスワッとねこうキャーグーごまーみたいなこれ出てくれませんよ次もう嫌がったね、もうやめた方がいい、尋問笑ってる間に、はい、ありがとう、はい、ありがとうございました、今日このまま終わろう、はい、ありがとうございます、それではさよなら、お願いします。